何十回も電話かけんな、アホ嫁。なんで家にいないの？今起きたのか？おっせえな。お前の夫様は6時半には目を覚ましてたぞ。昨日は深夜までデザインの仕事してたの。そういえば俺が寝てる横でタブレット使ってちまちまなんか書いてたな。てかそんな話今はどうでもいい。私今足を骨折してるのよ。あなたがいないと2階の寝室から降りれないじゃない。はあ。それだけ普通心配にならない？全然。ほんと今どこにいるの？トイレにだって行きたいのに。漏らせば？最低。あら自力で降りろよ。無茶言わないで。うちの階段は手すりもないし急勾配なのに。それは俺のせいじゃないだろ。てか家の名義はそっちなんだし、実質お前のせいじゃね？意味不明なことを。うちはもともとはお前の実家で、親が二人ともあの世に行って長女だからって相続したんだろ。なら家の不備はそっちの責任。今そういう話をしてるんじゃないんだけど。階段の作りの話を始めたのはそっちだろうが。今の私の状態では降りれないってことを言ってるの。築年数も30年でお前と同い年じゃん。もうちょい仲良くしろよ。ふざけてる場合、反省すらしてないわけ？松葉杖のお前を2階に置いて旅行に行ってごめん。はい、謝った。これでいいか？は？ってか旅行って友達と行くって言ってたやつ？ああそうそう、熱海温泉7泊8日。旅行はキャンセルしたって言ってたよね。階段の上り下りだけは解除が必要だって言うから、あの時は仕方なくな。でもやっぱり行くことにした。何それ。だいたい俺の気が変わったのは全部お前が悪いんだぞ。1週間前に俺の夜遊びにネチネチ文句取れやがって。まさかそれが理由で私を置いていったの？俺はガキじゃねえんだから。いちいち嫁にイチャモンつけられたら腹ぐらい立つだろ。ちょっと注意しただけじゃない？そういうのがうざいの。じゃあ今熱海にいるの？今静岡に着いたとこ。もう少ししたら熱海に向けて移動する予定。帰ってこれないの？俺運転手だから、今引き返したらダチに迷惑がかかる。じゃあ私はどうしろっていうの？お前の妹に頼めば？近くのアパートに住んでるんだろ？今大学の講義中よ。美大生だっけ？大変だな。のんきなこと言わないで。もうこうなったら警察に。それはできない。え？お前のスマホは今解約するから通報とか無駄だぞ。なんですって？大ごとにされるのはさすがに困るからな。家族割の関係で名義人を俺にしておいて、ある意味ラッキーだったわ。連絡が取れなくなる。そう言われてもな。今は携帯ショップに来てて、手続きも8割終わったところだ。嘘。あと数秒でお前のスマホは使えなくなる。それじゃあ7泊8日強く生きろよ。2時間後。大学の講義は終わった？ちょうど終わったとこ。何かあった？アツシの件でいろいろとトラブルがあって、今朝私を2階に置いて旅行に出かけたのよ。嘘。お姉ちゃん足骨折してるよね。しかもスマホも勝手に解約されて今使えないの。じゃあ今どうやって私に LINE を送ってるの？家の Wi-Fi をつないだから LINE だけは使えるわ。多分警察に通報とか厄介事を避けるためにこんなことをしたんだと思う。ネットがつながっても普通の電話は無理だもんね。あ、ちょっと待って。ってことは今お姉ちゃんってまだ2階にいるってこと？近所に住んでる橋本のおばちゃんがタイミングよくうちに来て助けてくれた。あ、よかった。私が骨折したことを話したら毎日家事をしに来てくれててね。合鍵も私であったからなんとかなったわ。小さい頃から橋本のおばちゃんは私たちに優しかったもんね。ほんとナイスタイミング。でも敦の行動は誤算だったわ。私が怪我をしたから旅行はキャンセルするって言ってくれたのに、まさか強行突破で行くとは。しかもそれ前々から計画してた浮気旅行なんでしょ？ええ、そうよ。相手は年下で会社の後輩。もう半年の付き合いになるんだよね。証拠集めのために今まで泳がせてたけど、まさかここまでするとは。もう一周回って呆れる。
浮気女との LINE を見る限り、私が怪我をして以降、旅行の話もしてなかったから、完全に油断してたわ。多分直接会って話してたのかもね。職場は一緒なわけだし、帰りも遅かったんでしょ？うん、きっとそうだと思う。まあ、でもこれで気持ちに踏ん切りはついた。まさかまだぐらついてたの？最終的には行っちゃったけど、私が骨折した時、一旦は旅行をキャンセルしてくれたじゃない。それで少しだけ喜んじゃった自分がいて。お姉ちゃんお人よしすぎ。一度結婚相手に選んだわけだし、多少情があっただけかも。そういうのよくない。そうよね。でももう大丈夫。じゃあ離婚は確定だよね？もちろん、慰謝料だって請求する。でもこのままあっさり終わらせるのはな。確かにここまでのことをされたらそう思うのが自然よ。何かもう一押しあいつを懲らしめる方法があればな。あ、そうだ、いい考えがある。え？今日の授業が全部終わったらお姉ちゃん家に行くね。8日後。マイカちゃん、大変なことになっちまった。今帰ってきたんだが、アリサが息をしてない。は？なんか生臭い匂いがするなと思って2階に上がっていったら、アリサが布団の上で。どうしよう、俺のせいだ。さっきから何を言ってるんですか？姉でしたら今葬儀が終わりましたよ。え？2日前に亡くなりました。お兄さんにも連絡しましたよね？そんなの聞いてない。電話で話しましたよ。そしたら旅行中だから帰れないなんてひどいことを言ったのはお兄さんですよね？なんで旅行のことを？だからお兄さんから聞いたんですって。言ってない言ってない。というか本当にお姉ちゃんは2階で今横たわってるんですか？寝巻きもあいつのものだったし、髪型だって似てた。どんなパジャマだったんですか？ピンクのモコモコの上下セットのものだが。それ私がお姉ちゃんを発見した時に着てたやつだ。え？私が第一発見者だったんですが、その時も2階の寝室でそのパジャマを着てたんですよ。それマジ？マジです。ってことはもしかしたらそこにいるのはお姉ちゃんの幽霊？やめろってそういうの。だっておかしくないですか？私は連絡をしたはずなのに、お兄さんはなぜか知らない。その上、誰もいない家の2階で姉らしき人が横たわってる。やばい、許さないとか地獄に落とすって声が聞こえてきたんだけど。あらら、ごめんなさいごめんなさい。2階に置いていった上にスマホまで解約して、全部俺のせいだ。すまんアリサ。てってれー、ドッキリ大成功。今までのことは全部嘘です。は、誰？あなたの妻のアリサです。もうすぐ元妻になるけどね。生きてたのか？お兄さん、布団の上の人をちゃんと確認しました？すごい腐敗臭がしたし、遠目でしか見てないが。それ私が美大の課題で作ったリアル人形聖子ちゃんです。はぁ？いや、ここまで騙せたのは制作者としては嬉しい限りです。才能のある妹を持って私も誇りに思うわ。じゃあこの匂いは？賞味期限切れの豚肉ですよ。大学の友人に超ズボラなやつがいたんで、そいつの冷蔵庫からもらってきちゃいました。なんだそれ。そしてお兄さんが聞いた声は、事前に録音しておいたものを遠隔操作で再生しただけです。少しは痛い目にあってもらわないと、こっちの腹の虫も収まらないからね。悪趣味すぎるだろ、心臓に悪い。浮気した人間が何一丁前に怒ってんだよ。いい加減にしろクズ野郎。何の話だよ。半年間ずっと浮気の証拠集めのためにあんたを泳がせてた。でもそれも揃ったことだし、そろそろ地獄を見てもらわないとね。私もいろいろと協力させてもらいました。え？浮気女とのラブラブラインもしっかり見させてもらったわ。どうやって？
あんたスマホのロックは音声コマンドでも解除できるように設定してたでしょ。あ、設定画面から音声コマンドのワードを確認すればロック解除は簡単にできます。どうやって設定画面に。半年前あんたが風呂入ってた時、 LINE 画面を開いた状態で脱衣所に放置されてたのを偶然発見しちゃったのよ。マジかよ。たまたま画面も見えちゃって、あっくん愛してる、またホテルに行こうって気色悪い内容があんたのスマホに表示されてて驚いたわ。それでロックがかかる前にスマホ内を徹底的に調べ上げて音声コマンド設定に気づいたってわけです。じゃあずっと見てたのか。あんたが寝た隙に毎日チェックさせてもらったわ。もちろんトーク画面は写真を撮ってこっちでも保管しているから。ああ、それから私も変装してお兄さんが会社から出てきたところを尾行して証拠写真を撮影しましたよ。プライバシーの侵害だろ。浮気した人間が被害者ぶるな。ホテルに入って出てくるところまでバッチリ撮影してもらったから言い逃れはできないわよ。俺どうなるんだ。離婚は確定、慰謝料も請求するから。もちろん相手の女にもね。彼女は勘弁してやってくれ、まだ若いし実家暮らしなんだ。浮気相手をかばうとかマジキモ。そりゃ多少情くらいはあるし。浮気女ならひっ捕まえたわ。え、私の尾行のおかげで相手の女の住所は特定済みです。なんだと。あ、今彼女に LINE 送ったでしょう。なぜバレた。下手に連絡を取られても困るから先に回収してたのよ。それと彼女のご両親に話もさせてもらったわ。慰謝料は必ず払わせるって言ってくれてとりあえず一安心ね。ちなみにお兄さんの慰謝料の額は100万です。勝手なこと言うな。ちゃんと弁護士さんに相談した上で決めた額なんだけど。そんなことまでしてたのか。なんなら私を2階に置いて旅行に行った件はあの後すぐに警察に相談させてもらったから保護責任者遺棄罪になるらしいわよ。俺捕まるのか。自業自得です。それと財産分与はなしね。はあ。確かお兄さん貯金はほぼゼロなんですよね。そりゃもらえないと焦りますよね。俺の通帳も見たのか。それとクレカの明細もね。女性もののブランド品を大量に買ってたみたいだけど。浮気女への貢ぎ物。お姉ちゃんにはここ最近誕生日プレゼントすらあげてなかったくせに。それはその。しかもリボ払い設定になってたから今後は悲惨ね。学生の私でもさすがにリボはやばいって知ってますよ。彼女にねだられてつい。夫婦の財布を完全に別にしておいてある意味正解だったわ。待て、夫婦の共有の財産は離婚時折半のはずだぞ。お兄さん知らないんですか。財産分与の分配は基本的に当人の話し合いで決めるものなので絶対に折半ってわけじゃないですよ。俺は認め。まあ裁判でもすれば争うこともできなくはないですけど。お金あります。一旦実家に借りる。で財産分与を手に入れたらそれで返済するとか。言っとくけどお父さんたちは私の味方だから。え、息子には財産分与を放棄するように協力するって約束してくれたわ。親も頼れないなんてシャレにならん。完全に積みましたね。それから家は取り壊します。なんで。実はうちの床下にシロアリが住み着いたみたいなのよ。初耳なんだが。浮気女にうつつ抜かしてろくに家に帰ってこないから話すタイミングがなかったの。だからって取り壊すのは。リフォームとかは。築年数は30年だし、あなたとも離婚するならお金をかけて住み続けるより思い切って取り壊した方が気持ち的にもすっきりするわ。でもご両親との思い出とかは考えないのか。もともとうちの両親は自分たちにもしものことがあったら家の維持は大変だしすぐに手放しても構わないって生前言っていたので、きっと天国で納得してくれるはずです。親にも頼れない上に家までなくすなんて。アリサすまん、反省してる。だからやり直そう。うわ、やっぱりお前が世界一の女だ。別れたくない。
お兄さん、さすがにそれは無理があるでしょ。浮気して妻を危険な目に遭わせてそれで復縁だなんて普通に考えてもありえませんって。私が怪我をして旅行をキャンセルするって言ってくれた時、正直嬉しかった。そりゃ妻のピンチなんだから当然のことをしたまでだよ。置いていったくせに。ちょっとマイカちゃんは黙ってて。でも結局アツシは浮気女を選んだでしょ。それがどれだけショックだったかわかる？夜遊びのことであれこれ言われてつい苛立ってしまったというか、衝動的なもんなんだ。深い意味はない。人のスマホまで解約したくせにその程度の言い訳で終わらせる気？だって近所には昔からの顔なじみもいたんだろ。それに舞香ちゃんだって近くに住んでたわけだし。だから危険な状態にはならないと思ったってこと？夫婦っていうのは干渉しすぎたら関係が破綻する。だからそうならないように軽くお灸を据える意味でこういうことをしただけで。もういいよ。許してくれるのか？お姉ちゃん、ゴミはゴミ箱に。え？あんたが人間のクズだって今回の一件で身に染みて分かったわ。だからちゃんと捨ててあげるね。そんな。お姉ちゃんナイス。離婚の話し合いも今後弁護士を介して進めさせてもらうから、それじゃ永遠にさようなら。許してくれアリサ。後日談。その後アツシとは離婚が成立。また保護責任者ユキについても猶予がつき、実刑は免れたものの有罪判決に。それと義両親の協力もあって、財産分与は放棄させ、慰謝料も分割で払う約束をしてもらうことができました。そして浮気女も両親に立て替えてもらう形で払ってくれて一安心。一応アツシからも毎月振り込まれていますが、リボ地獄もあるのでまともな生活は送れていないことでしょう。私は現在妹と2人で暮らしています。いろいろありましたが、これからは姉妹で穏やかに過ごしていきたいと思います。こっちは産後で疲れてるのよ。退院して戻ってきたっていうのにどこに出かけてるわけ？ごめん、サイカがどうしても家にはいたくないって言ってて。5歳にもなってわがままな子ね。理由は？赤ちゃんが怖いって言うんだ。弟に対する嫉妬じゃない？それがさ、ちょっと言ってることがおかしいんだよ。何が？ママが抱いてるのは犯罪者の子供だよ、すぐに捨てないとダメって。は？誰が犯罪者だよクソガキ。なんてこと言うんだ。母子同室の入院生活だったのよ。誰だけ睡眠不足でイライラしてるかわからない？それは大変だったと思うよ。ただサイカだって俺たちの可愛い娘なんだ。特に上の子はフォローしてあげないといけないってネットにも書いてあったし。あなたが甘やかしすぎたからそんなわがまま言うの。サイカの気が収まるまでドライブしてていいかな？無理、すぐに寝たいの。早く帰ってきて。サイカが首を横に振ってる。困ったな。サイカはそんなに泣かない子だったけど、この子は一日中泣いてる。私だって休みたいんだけど。元気な証拠だよ。はあ？人事みたいに言わないで。あんたの子でもあるんだからね。疲れてるのはわかるけど、一体どうしたんだ？産前産後でまるで別人だぞ。本当に何も分かってない。ホルモンバランスとかいろいろあんのよ。そうだよな、無神経なこと言ってごめん。産後の動物は気が立ってるの。ちゃんとフォローする。そのために育休も取ったし。は？何それ、聞いてないんだけど。いや、仕事の都合でギリギリまでどうなるかわからなくてさ、2日前くらいに上司が休んでいいぞって言ってくれた。勝手なことしないでよ。え？あんたが面倒見るのは帰宅後と土日で十分。いや、でもさっき早く帰ってきてって
今日は退院したばっかりだからよ。俺がいると邪魔ってこと？昼間の育児は私がやる。だからあんたは稼いで。手当は出るんだけど。育休って言ったって満額じゃないでしょ。子育てにはお金もいるの。わかった、そこまで言うなら育休申請は取り下げるよ。今日は日曜日よ。さっさと戻って面倒見て。サイカが絶対に帰りたくないって言ってるから、あと少し様子見て、どうしてもダメなら俺の実家に預けてくる。それがいいわ。家でピーピー泣かれても困るし。サイカだっていきなり兄弟が増えて戸惑ってるんだと思う。あまりきつく言わないでやって。分かってるってば。じゃあもう少しだけ待っててくれよ。本当に急いで。娘のサイカは車の中でずっと泣いていました。あれは私の兄弟じゃないと言い続けていたのです。実は娘は普段から不思議なことを言う子でした。迷い犬を探してる飼い主に、神社で待ってると戻ってくるよと教えてその通りになったり、ただの偶然で片付けてしまうには回数が多すぎるのです。妻はこういう話は嫌いなので俺の心の中に留めてはいますが、娘をしばらく実家に預け落ち着くのを待ちながら少し調べてみよう、そう思ったことを後悔するほどの事実が次々と明らかになるのでした。数日後。ねえ、サイカが泣き止まなくてうるさいの。どうにかして。どういうことだ。まだうちの実家にいるはずだぞ。おむつ替え要員くらいにはなるかと思ってお母さんに連れてきてもらったのよ。待ってくれ、サイカの心の準備ができるまで戻さないって言ったよな。姉が弟の面倒見ないでどうすんのよ。サイカは何か言ってるか？その赤ちゃんは嫌って、そればっかり。この子おかしくなったんじゃない？サイカには特別な力がある。は？くだらないこと言わないで。本当なんだよ。あの子には普通の人には見えないものが見えるんだ。はいはい、冗談に付き合うほど新生児の母親は暇じゃないのよ。サイカはその赤ちゃんを異様に怖がっている。赤ちゃん帰りしてるだけ。こんな可愛い子のどこが怖いっていうのよ。サイカにしか見えないんだ。俺にはわからない。しかもまだ思ったことを上手に言葉にできないから俺も理解不能で。ちょっとは役に立つと思って呼び戻したのに、これじゃお荷物が増えただけだわ。また実家に連れて行くよ。母さんから LINE 来たけど、母親に言われたら連れて行かないわけにはいかなかったって言ってた。実家よりも先に精神科に連れて行ったら、どう考えてもおかしいわ。そんなこと言うなよ。あ、そうだ、私があの子の根性を叩き直してあげる。何をする気だ？お寺に預けましょう。は？修行させるのよ。それがいいわ。少しはマシになって帰ってくるんじゃない？そんなことする必要はない。それにお寺にだって迷惑がかかるぞ。坊主に悪人はいなさそうだし、適当に置いてくれば面倒見てくれそうじゃん。冗談だよな。質素な食事と規律正しい生活で根性を叩き直してもらおう。頼むからやめてくれ。仕事早退してすぐに迎えに行くから。戻るのにあと何時間かかる？今日は臨検まで来てるから3時間あれば戻れる。それだけあれば寺に預けて戻ってこれるわね。頼む。そんなところに連れて行かなくても実家に連れて行くんだから問題ないだろ。ついでに不思議な力とやらをお祓いしてもらえばいいわ。
信じてないくせに適当なことを言うな。頼むからそっとしておいてくれ。探しても無駄よ。あの子はスマホも持ってないから追跡もできない。やめろと言ってるのがわからないのか。警察に言うのも意味ないからね。私は母親なの。ママと娘のお散歩に警察は口出ししないから。お前産後できついんだよな。安産だったから回復が早くて調子がいいの。下の子はどうするんだ。よく寝てるし、まだ寝返りもしないからベッドに置いておけば大丈夫。最下に指一本触れるな。了解。ゴム手袋でもして連れ出せばいいんでしょ。じゃあね。マリカ、頼むから待ってくれ。無理。サイカにこれだけ伝えてくれないか。何？パパのリンゴだけはなくさないでくれって。何それ？お守りなんだ。はいはい。数時間後。本当に寺に捨てたんだな。人聞きの悪いこと言わないで、預けただけよ。住職も怒ってるぞ。お寺は子供を預かる場所じゃないって。え？もう居場所特定したの？今実家に連れて帰ってきた。あんな山奥の寺どうやって見つけたんだよ。適当にググったら出てきたけど。どうだかな。あなたこそどうやって見つけたの？サイカにはアップルウォッチを持たせておいたんだ。は？何のために？あの子には俺たちには見えないものが見える。それを追いかけてるうちに公園を飛び出して迷子になることが多々あったんだよ。それで位置情報を？一人で行くのはダメだと何度注意しても聞かなかった。誰々ちゃんを助けないととか意味不明なことばかり言って、母さんや俺の目を盗んで出て行ってしまう。ああ、だからリンゴって言ったのか。そうだ。外に出るときは必ずリンゴを持っていくようにと俺のを渡しておいた。これで俺と母さんは位置を把握してたんだよ。気づかなかった。でもある意味良かった。住職さんにサイカのことをいろいろ相談できた。へえ、例の不思議な力ってやつ？やっぱりサイカにはいろんなものが見えてるらしい。妄想でも病気でもない。科学では説明のつかないことがこの世には確実にあるそうだ。アホらしい。私は信じないわ。そうか。じゃあ一つ試してみようか。実はサイカは弟のことを犯罪者の子供だから捨ててきてと俺に言った。なんて子なの、信じられない。俺はてっきりお前が犯罪者の男と浮気でもして外で作った子なのかと疑ってたんだ。ちょっと待ってよ、冗談じゃないわ。その件については謝る。悪かった。ってことは犯罪者の子ってのは見当違いね。やっぱりそんな力はこの世に存在しないのよ。違うんだよ。サイカは未来を見てたんだ。は？どういうことよ。君はいずれ罪を犯す。いや、もうすでに犯してるのかもしれない。何言ってんのよ。産後間もない私に何ができるっていうわけ？それがわからなかった。サイカの話を聞いても、あの子は自分の弟じゃないとしか言わなくて。それが意味不明なのよ。でも、住職がサイカの言ってることを理解してくれた。サイカの言う通り、あの男の子は俺の子じゃないし、お前の子でもないんだよな。え？お前が産んだのは女の子だったそうだな。いつどこで入れ替えた？また変なこと言い出した。感染症が怖いとか言って俺を産院に寄せつけなかった理由がやっとわかった。適当なことばっか言わないで、いい加減に怒るよ。助産師さんと医師に確認した。カルテには女と記載されてるのに、連れて帰ってきた子は男の子だ。どういうことか説明しろ。
それはいろいろあって。そんな適当な言葉で納得できると思ってんのかよ。エコー検査の時、性別は女の子だって言われた。俺には産むまで知りたくないとか言ってたよな。そうよ、産むまでわからないと思ったから。じゃあなんでカルテと子供の性別が違うんだ。まさか誰かと交換したってことか。この世は需要と供給で成り立ってるし、似たようなことを考える人もいる。でも出生証明は医師が書くよな。嘘は書けないはずだぞ。それは医師が母親の名前やこの性別を出生証明に記入する以上、どうしても偽造できなくて、まだ戸籍には入れてない。だから母子手帳も頑なに見せなかったんだな。ということは無戸籍ってことか。そのうち策を練ろうとは思ってたんだけど。あれだけきついとか言ってたくせに、出生届だって自分でいつの間にか出してたよな。見られたらバレちゃうから、タクシーでささっと行ってきたのよ。何考えてるんだ。ってことはどこかに俺の娘がいるってことだよな。そうなるね。どこの誰と交換した、すぐに言え。言えない。あちらは念願の女の子だし、私はどうしても男の子が欲しかった。これでいいじゃない、きっとうまくいく。みんなで大事に育てよう。冗談だろ、戸籍に入ってない子をどうやって育てるんだ。苦労するのは子供なんだぞ。どうにかなる。日本では無戸籍で生活してる人が結構いるらしいのよ。冗談じゃない、俺は娘を取り返す。待って、サイカが姉でこの子が弟、それでいいじゃない。いいわけないだろ、なんでわからないんだよ。これは犯罪なんだぞ。ただの物々交換よ。私も相手も何も失ってないし、文書偽造だってしてない。呆れて物が言えないな。それに私が捕まればこの子はお腹を空かせて泣く羽目になる。そんな脅しが通用するか。じゃあ本当の娘を見つけて自分で説得しなさいよ。そう言われても無理よね。日本中の赤ちゃんがいる家を訪ね歩くでもしない限りは。お前少し落ち着いて考えてみて。公園で息子とキャッチボールできるのよ。楽しみになってきたでしょ。待ってろよ、必ず見つけ出してやるからな。できるものならどうぞ。数日後、見つけたぞ。は？母親の方は泣き叫んでだいぶ騒いだが、旦那さんが話のわかる人で助かった。ちょっと待って、どうやって。こっちにはサイカがいるってこと忘れてないよな。え、あの子が家まで特定したってこと。大まかな場所を地図で指し示してもらった。あとは探偵を使ってここ数週間で新生児が生まれた家庭がないか調べてもらったんだ。それにしても住んでる場所まで当てちゃうなんて。血がつながってるせいか苦労しなかったみたいだぞ。こんなことがあるの。で、相手はなんて。すぐに警察を呼んだから今頃取り調べを受けてると思う。お前も時間の問題だ。私の息子はどうなるの。本当の家族の元へ戻るだけだよ。いやよ、念願の男の子なの。お願い奪わないで。そんなに男の子が欲しかったのか。うん、女の子が全く可愛いと思えないのよ。お前それサイカに言ったことあるよな。え、なんであんたは女なのよ、男が良かったのに。そう言ったんだろ。これでサイカがスカートを嫌がってズボンばかり履きたがる理由が分かった。少しでも男の子っぽくしてお前に愛されようとしたんだ。そうだったのね、サイカのことも大事よ。嘘を言うな、大事な子を寺に置き去りにしたくせに。人
人がいない山に放置するよりマシでしょ。サイカからすればどっちでも同じなんだよ。長男だけに愛情を注ぎたかったの。サイカはなんか不気味だし可愛いと思えなかった。最低だな。元はといえばあなたが悪いのに私のせいにしないで。は？俺が何したんだよ。性別を決めるのは男性の遺伝子なの。女しか作れない脳なしってことよ。なぜそんなに男にこだわる。我が子が健康に生まれてくれればそれでいいとは思えないか。思えない。友達が言うのよ、男の子は小さな彼氏だって。それが理由？ママと結婚するとかパパと結婚してることを言うと泣いちゃうとか、可愛すぎるのよ。それに比べて女の子は同性だからか全然可愛くないし。だったら離婚して親権を俺に渡せばよかったよな。あなたの遺伝子ならきっと可愛い男の子が生まれると思ったのに結局ダメだったじゃない。俺の責任なわけないだろ。子供は授かり物だ。お前にはうんざりだよ。5年間お疲れ、さようなら。離婚するってこと？お前に人を育てる権利なんかない。待ってよ、サイカだって私がお腹を痛めて産んだのよ。だからなんだ。その後大事にできないなら偉そうに言ったところで説得力なんかないんだよ。じゃあサイカはあげる、長男だけは私にください。何度言わせるんだ。お前に長男なんていない。いるとしたら次女だ。それに相手の旦那さんがすぐに引き取りたがってる。え？母乳育児だと知って旦那さんがショック受けてたよ。どうして？お前の汚い血が大事な我が子に混じったからだろ。ひどい。一生懸命フラフラしながら育ててきたのよ。お前は頼まれてもないことを勝手にされて喜ぶのか。絶対にバレないと思ってたのに。サイカがいなければ気づくのはもっと後だったかもしれないな。あの住職の寺に捨てたのが誤算だったわ。サイカの力を理解できる数少ない理解者だ。たまに遊びにおいでと言ってもらえてサイカも喜んでたよ。そんなことはどうでもいいのよ。私はこれからどうなるの？まずは出生届を出してない時点で罰則の対象になる。それからこの交換もおそらく違法だから何らかの罪になるはずだ。怖いのは損害賠償請求だな。誰が誰に請求するの？その男の子の父親がお前にだろう。当然俺もする。大事な娘を奪われたんだからな。待ってよ、産後の女性になんてひどい仕打ちなの？産後だからって何でも許されるのか。どんな罪を犯してもいいのか。でも少しは多めに見るとかそういう法律があってもいいんじゃない？残念ながらそんなものはない。くそ。一つ聞きたいんだが、俺が育休を取ったと言った時猛烈な勢いで拒絶したよな。あれはなんでだ？男でも家に入れてたのか？まさか私が愛してるのはこの子だけよ。浮気なんてするわけない。じゃあなんで？無戸籍のこととか弁護士を家に呼んでいろいろ相談する予定だったの。まだ小さいから外には連れて行けないし。そんなことだったのかよ。こうなったら誰の子でもいい、必ず男を産んでやる。サイカに占ってもらえない？ママはいつか男の子を授かれるかって。そんな残酷なことを聞けると思うか？ケチ。ちなみにうちは男三兄弟だったが、母さんは今でも愚痴ってるぞ。男の子なんて言うこと聞かない、ふざけ出したら止まらない、学校への呼び出しは数えきれないって。それは育て方が悪いからよ。今目の前にいるからそう伝えといた。別にいいわ、もう嫁でも姑でもなくなるんだし。ああそうだ、サイカを置き去りにした
保護責任者遺棄もあったな。これだけあったら実刑もありえるぞ。え？嘘だよね。私罰金くらいで済むと思ってたんだけど。だといいな。裁判楽しみにしてろ。あなたはこの子と離れるの寂しくないの？一度は我が子だと思ったし、そりゃ寂しいよ。でも本当の親の元へ戻してあげるべきだ。血のつながりなんて何の意味があるのよ。サイカのおかげで今回のことは明らかになった。あの子には感謝だな。変な子産んじゃったわね。住職曰くそのうち力は薄れていくそうだ。本人のためにもそれがいいし、俺もそう願ってる。あなたに育児ができるの？お前に心配されなくても大事に育てる。長女も次女もな。やっぱり交換しちゃうんだ。あ、二人分の養育費も忘れないように。なんで私が払うの？親として当然の義務だ。最悪、二人も女の子なんて産むんじゃなかった。しおらしいこと言ってたが全く反省してないようだな。容赦しないから覚えてろ。え？俺からも慰謝料請求する。一体いくらになるのよ。ふざけないで。後日談。裁判の結果、マリカも交換した母親も有罪となり、前代未聞の事件として話題になりました。マリカは懲役7年、もう一人は5年です。保護責任者遺棄の差でしょうが、それでも短すぎると思います。相手方の旦那さんからも500万の賠償請求をされ、支払い総額は養育費含めると2000万を超えそうです。少しは反省して娘たちの様子でも手紙で聞いてくるかと思いましたが、マリカが手紙を書いたのは例の男児の方の父親に向けてでした。私の息子は元気ですか？こんな手紙が届いたら不気味でしょうね。すぐに燃やして受け取り拒否をしているそうです。次女は純愛と書いてピュアラというキラキラすぎる名前が付けられていたので、火災で名前の変更の手続きをし、彩香と命名しました。名付け親の彩香はよくお世話をしてくれて本当に助かってます。3人で楽しく暮らそうな。キャバ嬢なんか母親じゃない。恥だから結婚式に来るな。底辺な人間が親族にいるなんて絶対に知られたくないから。え？急にどうしたの？そもそも結婚すること自体何も聞いてないんだけど。汚い仕事で稼いでる人間に報告するわけないでしょ。事後報告してるだけありがたく思いなさいよ。水商売が汚いっていうの？むしろ真っ当な仕事だと思ってたの。母親がキャバクラで働いてるとか嫌悪感しかないんだけど。どうしてそこまで嫌がるの？水商売だって立派な仕事でしょ。は？笑わせないでくれる？え？男に媚びを売ってご機嫌を取る、まるで飼い主に尻尾を振る犬みたい。これ以上ダサい仕事この世界にある？何なのその言い方は。私はこの仕事に誇りを持ってる。じゃなきゃ19年も続けられないよ。それはお母さんが恥知らずってだけの話でしょ。誇りを持つとか痛々しいからやめてくれるかな。どうして今更そんなこと言い出すの？その仕事があったからこそあなたは大学まで行けたんだよ。そんなことわかってるっつーの。だからこそずっと我慢してたのよ。我慢？汚い仕事だけど稼げるから黙ってやってたのよ。内心は気持ち悪くて仕方ないに決まってるでしょ。気持ち悪いだなんて。マミ、取り消しなさい。私がどれだけ我慢してたかも知らないくせに勝手なこと言わないで。だけどその我慢も必要なくなった。結婚するから私は不要ってこと？ピンポーン、正解です。底辺の仕事してるくせに理解力はあるね。バカにするのもいい加減にしなさい。私だけじゃなく水商売してる人に対して失礼でしょ。実際バカでしょ。世の中いろんな仕事があるのに水商売を選ぶなんてありえないんだけど。私は自分のした選択を後悔なんてしてない。人を見下すような態度やめなさい。実際に下なんだから仕方ないでしょ。こうやって LINE で相手してもらえるだけ喜びなよ。
私とお母さんじゃ身分が全然違うんだから。どういう意味？私が婚約した相手のお父さん、スカット大学病院の院長なんだよ。そしてその息子である私の婚約者は次期院長ってわけ。そんなすごい人と結婚するの？そうだよ。だからお母さんみたいな底辺な人間が身内にいると恥なわけ。ここまで説明すればわかるよね。そんな理由で私を式に呼ばないなんて。結婚の報告しただけでもありがたいと思いなさいよ。ふざけるんじゃないわよ。私がどんな気持ちで女手一つであなたを育ててきたと思ってるの？汚い仕事で稼ぐ人間の気持ちなんて知りたくもないっつーの。稼ぐなら国家公務員とか友達に自慢できる仕事で稼いでほしいんだけど。簡単に言うんじゃないよ。ああもうめんどくさいな。とりあえずそういうことだから結婚式には来ないでね。それじゃよろしく。ちょっと待ちなさい、マミー。私の名前はミナ、42歳。今は離れて暮らしていますが、私には23歳の娘マミがいます。マミの父親は女と逃げたため、私が一人でここまで育ててきました。女手一つで子供を育てるのは決して楽ではありません。昼はスーパーでパートをして、夜はキャバクラで働くという生活を19年続けました。体力的には相当きつかったのですが、マミの将来の選択肢を狭めたくない一心で働き続けたのです。そんなマミからの結婚報告、本来ならば心から祝福すべきことだったのですが、マミは私に対してとんでもないことをしでかしたのです。3日後。突然ですが私との縁を切ってください。結婚式に呼ばないだけじゃ我慢できないの。縁を切るって？本気で言ってるの？もちろん本気。水商売なんて汚い仕事してんだよ。今まで絶縁してなかったのが不思議なくらいだと思わない？まだそんなこと言ってるの？何回だって言ってやるわよ。それと結婚祝いをいただいたから。え？何も渡してないけど。やっぱり気づいてないんだ。昨日お母さんが寝てる隙に家に入ったんだよ。その時にこっそり財布からお札抜き取ったの。本当だ、財布からお金がなくなってる。盗んだの？人聞きの悪いこと言わないで。結婚祝い受け取っただけだよ。ふざけないで。あなたがやっていることは立派な泥棒よ。大事な娘への最後のプレゼントと思えば安いもんでしょ。たったの5万円だよ。勝手なこと言わないで、すぐに返しなさい。返すくらいなら最初からこんなことしないっつーの。5万くらい汚れた仕事でパパッと稼げばいいじゃん。汚れてなんかないし、そういう問題じゃないでしょ。だからさ、いい加減に底辺な仕事って自覚してよ。見苦しいったらありゃしない。マミ、お願いだから少しは私の話を聞いて。私がどんな気持ちで働いてあなたを育ててきたと思ってるの？親なんだから育てんのは当たり前でしょ。やって当然のことに感謝するわけないじゃん。そんなに私の結婚式に呼ばれないのが悔しかった？呼ばれなかったのが悔しいんじゃないの。マミの花嫁姿楽しみにしてたのよ。勝手に期待されても迷惑だし。そんな。理解してないみたいだからもう一度言うね。水商売の母親なんて家族じゃない。恥ずかしいから結婚式に来ないで。うん、私母親じゃないし。え？そこまで言うならもういいわよ。いやちょっと待って、何をいきなり言ってんの？母親じゃないってどういうこと？あなたと私は血のつながりがないってことよ。え？嘘でしょ？本当のことを教えてあげる。あなたはもともと連れ子だったの。私が連れ子？そんなの初めて聞いたんだけど。あなたのお父さんと結婚した時はまだ赤ん坊だったからね。知らないのも無理はないわ。本当の子供じゃない私をここまで育てたの？たった一人で？そうよ。本当の父親である元夫は簡単にあなたを捨てたけどね。血のつながりもないのにどうしてそこまで？放っておけなかったのよ。実の父親に見捨てられてあなたは行くあてもなかった。それを無視できるほど人手なしじゃないわ。水商売なんて汚れた仕事してたくせに言い止めらないで。この偽善者。この事実を話した上でそんなこと言うんだね。そういえばもう一つ大事な話があるから伝えておくね。え？まだ何かあるの？あなたの婚約者のお父さん、結婚は絶対に認めないそうよ。は？いやいやいや、何を意味不明なこと言ってんの？なんで私の婚約者の父親とつながってるようなことを言うの？実際につながりがあるの？嘘言わないで。病院の院長とあんたみたいな水商売してる女とつながりなんてあるわけないでしょ。水商売だからこそのつながりよ。
え？私が働いているお店の常連なのよ。この前あなたが病院の名前を言ってたからすぐにピンときたわ。嘘、そんな偶然があるなんて。もう何年も通ってくれてるお得意様でね。まさかあなたの婚約者の父親だなんてびっくりしちゃった。ちょっと待って、結婚は認めないとか言ってたけど、それはどういうことなの？今回の一件を伝えたらすごく怒ってらしてね。あなたみたいな人間は絶対に嫁として認めないってさ。私何も悪いことしてないのに、どうしてそんなこと言われないといけないの？ここまで説明してもまだわからないんだね。私に対する恩知らずな態度が許せなかったそうよ。そんな、ねえ謝るからお父さんをうまく説得して。説得って何を？娘は本当は心優しい人間だとか口から出まかせでいいから。なんでそんなことしなきゃいけないの？だってお父さんを敵に回したら玉の輿計画が台無しになっちゃうのよ。もうすでに手遅れよ。それでも結婚を強行するようなら息子と縁を切るとまで言ってたわ。は？私の婚約者父親には頭が上がらないのよ。それじゃあ結婚なんて絶望的じゃないのよ。さっきからそう言ってるでしょ。ねえどうしよう、私玉の輿乗れると思ったから仕事辞めちゃったの。貯金だって全然ないし生活もできないよ。貯金って言われて思い出したけど、私の財布から盗んだお金についてしかるべき措置を取らせていただくので覚悟しておきなさい。は？私の話聞いてたの？仕事も貯金もないんだよ。それで勘弁してもらえると思ったの？考えが甘いのよ。私たち血はつながってなくても親子でしょ。娘の私にそんなひどいことしないでよ。娘？私に絶縁宣言してきたのはどこの誰だっけ？いやそれに関しては本当にごめんなさい。取り消すので勘弁してください。今さら遅い。そんなこと言わないで、お金が用意できたらすぐに返すから。抜き取ったお金もう使っちゃったわけ？だって5万円なんて小銭みたいなものでしょ。服やアクセサリーで一瞬でなくなっちゃったよ。どうしようもないわね。ねえもしかして警察に通報とか考えてないよね？それしか考えてないけど。待って、キャッシングでも何でもして今すぐ返すから。取ったものを返せば貸し借りなしでチャラだよね。盗んだくせに貸し借りって何なの？返したからって盗んだ事実は変わらないんだよ。観念しなさい。私の人生めちゃくちゃじゃないの。母親なんだから助けてよ。一方的に絶縁宣言してきたり助けてって言ってきたり、都合のいいことばっかり言ってんじゃないよ。あなたとはもうこれ以上関わりたくありません。さようなら。待って、ごめんなさい。切った縁ならもう一度結び直そうよ。お母さん。後日談。その後私は警察に通報してマミは罪を償うことに。婚約の件は当然白紙になりました。婚約者は父親の言いなりで、別れを告げられたマミはあっという間に一人ぼっちに。次期院長との玉の輿生活はなくなり、出所後はアパートでバイトをしながらギリギリの生活を送っているんだとか。一方私の方はお客様の紹介で知り合った男性とお付き合いをすることになりました。先日プロポーズを受けて来年の春には結婚する予定です。マミのために働き尽くして、気づけば42歳。これからは自分の幸せも考えて生きていこうと思っています。あんたみたいな女が達也の嫁なんてイケメンの弟にはもったいないわ。さっさと別れなさい。お姉さん、いきなりどうしたんですか？あんたみたいな地味女がどうやって達也をたぶらかしたの？うちの弟をどうやって洗脳したわけ？洗脳だなんて、普通に交際を申し込まれてプロポーズされただけですけど。そんなわけないじゃない。達也は騙されているのよ。そもそもあの子の結婚相手は私ってずっと決まってるんだから。え、兄弟ですよね？結婚相手ってどういうことですか？あなた知らないの？私、達也にプロポーズされているのよ。何言ってるんですか？昔言ってくれたのよ。僕、大きくなったらお姉ちゃんと結婚するって。あんたは交際3年って言ってたわね。こっちは30年以上愛し合ってる。さっさと身を引きな、泥棒猫。30年以上ってことは子供の頃の話ですよね。まさか本気にしてるんですか？はぁ？バカにしてんの？達也は本気で言ってくれてたし、私ももちろん本気よ。たとえ子供の頃は本気でも、34歳でお姉さんと結婚するとは思ってないと思いますが。名前聞いてるんじゃないわよ。
とにかく達也の花嫁は私なの。あんたとの結婚なんて絶対に認めないんだから。認めないって言われても、今日の結婚のご挨拶でご両親も心よく認めてくれましたし。家族の一人が反対してたら諦めるのが常識ってもんでしょ。こんなに常識のない女なんてますます達也にふさわしくないわ。それならあの時睨んでいないで発言すればよかったじゃないですか。そもそも私の連絡先どうして。達也の携帯からだけど。え、勝手にですか。弟であり婚約者でもある大事な家族の携帯を見て何が悪いわけ。いや、なんていうか、その達也さんの携帯を盗み見ていきなり私に LINE してくるなんて、それこそ非常識というか。このクソ女、誰が非常識だって。愛おしい恋人を取られたのよ。 LINE で話し合わせてあげるなんてむしろ親切すぎるぐらいよ。本当は今日も殴ってやろうかと何度思ったことか。お姉さん落ち着いてください。偉そうになだめてるんじゃないわよ。達也とあんたの結婚は絶対に認めない。さっさと諦めなさい。そんなこと言われても、もう結婚式の日取りも決まっているし準備も進めていますから。はあ、ふざけないで。なんで勝手に。達也さんが計画を立ててくれて、いろいろ動いてくれているんです。お父さんとお母さんも喜んでくれてますし。お姉さんは聞いていないんですか。聞いてるわけないじゃない。あんたたちの結婚は今すぐ破談よ。姉である私の許可がないんだから当たり前でしょ。あの、実は今達也さんからお姉さんと関わるなって言われているんです。だからこれで失礼しますね。達也がそんなこと言うわけないじゃない。嘘ついてるんじゃないわよ。ちょっと無視してんじゃねえよ。結婚式なんて台無しにしてやるからね。覚悟しときなさい。私は浅見、27歳で2つ年上の彼達也と婚約しています。今日は達也の実家へ結婚の挨拶へ行ったのですが、義士は終始私を睨み続け、夜にはこんな LINE を送ってきたのです。義士は昔から達也に粘着しており、達也も手を焼いていたようで。達也は私と義士を近づけないようにしていたらしいのですが、まさか携帯を盗み見てまで私と接触するとは思っていなかったようです。義士のことは無視するように達也から言われたので、その後も何件かメッセージは入っていましたが、通知を非通知にして見ないようにしていました。私自身も結婚式の準備に忙しくて義士のことは忘れていたのですが、それから2ヶ月後の結婚式前日、タイミング悪く来たメッセージで義士の LINE を開いてしまったのです。結婚式前日。泥棒猫さん、明日の式の準備は進んでるの？あ、お姉さん、はい、進んでますよ、滞りなく。へえ、そうなの。私は大人だから、もうあんたの非常識な行動に目くじら立てて怒ったりしないわ。そうですか、それは良かったです。言葉で言ってもわからないバカっているからね。はあ、そうですか。ところで明日って、あなたたちは何時に会場に行くの？着付けもあるので9時くらいですかね。へえ、結構遅いのね。私は主役を立てる立場ですから。あら、自分が脇役って自覚あるのね。なら達也との結婚はさっさと諦めなさい。まだ言ってるんですか。大人だからもう言わないんじゃ。もう目くじら立てて怒らないって言ったのよ、覚えてないの。本当に頭の悪い子ね。はあ、でも明日の結婚式には来ますよね。お姉さんも出席って聞いてますけど。どうしようかな。ブスが花嫁の結婚式なんて見ていられないわ。それはあまりにもひどいんじゃ。似合わないウェディングドレス姿見たら笑いをこらえきれないかも。無様な結婚式になるのが目に浮かぶわ。そんな言い方、お父さんとお母さん悲しみますよ。何言ってるのよ。本当は父さんと母さんもこんなこと望んでないのよ。そんなことないですよ、とても楽しみにしてくれてます。取り繕ってるのよ。父さんと母さんは優しいから、あんたのことなんか認めていないし、調子に乗らないでちょうだい。お姉さんが私のことをよほどお嫌いなのは分かりました。でも明日はせっかくの晴れ舞台なんです。ちゃんとお祝いしてくださいね。ずうずうしい女ね。でも私は優しいから盛大にお祝いしてあげる。みんなが幸せな一日になるわ、楽しみね。そうですね、待ち遠しいわ。じゃ明日ね。式当日。もう会場着いた？お着替えできてる？あ、お姉さん、会場には着きましたけど大変なことになってて。大変なこと？どうしちゃったの？
お姉さんは今どこにいますか？私？家にいるけど。え、まだ家にいるんですか？いや、逆に都合いいかもしれません。ちょっとそのまま待機しててください。何よ、何かあったの？なぜか式がキャンセルされてて、今状況を確認中です。どうなるか決まったら連絡しますから、ちょっと待っててください。あ、面白い。結婚式あげられなくてかわいそうに。だからやめとけって言ったのよ。面白い？どういうことですか？まさかお姉さん、この騒動に何か関わってます？騒動って？結婚式が前日にキャンセルされていることです。そのこと？そうよ、私がキャンセルしてやったの。言葉で言ってわからないバカどもには行動で教えてあげないとね。第三者が勝手に予約キャンセルなんてできるわけないじゃないですか。一体どうやったって言うんですか？その式場には私の高校時代からの親友が働いているのよ。前日にキャンセルした方がいいお給になると思って。つまりその親友さんがキャンセル処理をしたということですか？ええ、そうよ。一番あんたがダメージ食らうのはこの方法だと思ったのよ。ねえ、今どんな気持ち？お姉さん、なんてことするんですか？私のことはいくら嫌っても構いません。でもお父さんとお母さんまで巻き込むことないじゃないですか。今日という日をお父さんとお母さんがどれだけ楽しみにしていたことか。だから父さんと母さんが楽しみにしているわけないでしょ。思い上げるのもいい加減にしなさい。お母さん今泣いていますよ。なんであんたの結婚式で母さんが泣くのよ。弟をたぶらかした泥棒女の式なんてキャンセルされて当然でしょ。常識がない上に嘘つきなんて、あんたって本当にどうしようもないわ。何言ってるんですか？今日はお父さんとお母さんの念願の結婚式ですよ。は？父さんと母さんの？そんなわけないでしょ。しょうもない嘘つかないで。まだそんなこと言ってるんですか？招待状も見てますよね。式場の名前も新郎新婦はご両親の名前です。どうしてキャンセルなんか。え？は、いやいや、意味わかんない。意味わからないのはこちらです。どうして父さんと母さんが今更結婚式なんて、もう還暦すぎているのに。お父さんとお母さんは入籍してすぐにお姉さんを身ごもったから式は挙げていないんですよね。達也さんが俺たちの式の前にご両親に式を挙げてほしいって、お姉さんは達也さんの気持ちを踏みにじったんですよ。そんな、私聞いてない。そんなの知らなかったわよ。聞いてないはずないと思いますけど、その親友さんに私の結婚式をキャンセルするよう頼んだんですよね。親友さんに何て言ったんですか？それは私の名字で今日式があるからって。達也さんの名前とか私の名前は伝えなかったんですか？弟の名前は知ってるはずだし、あなたの名前は知らないし。なるほど、状況は分かりました。今親友さんに問いただしてみたら、お父さんの名前が哲也だったので達也と間違えてしまって、新郎新婦がご両親だったとは気づかなかったんだそうです。え、彼女今そこにいるの？ええ、いますよ。ちなみに親友さんですけど、今式場をクビになりました。は？当たり前じゃないですか。本人の了承なく勝手に式をキャンセル処理したんですから。そんな、それって私のせい？そりゃそうでしょうね。お姉さんもどうして今日が私たちの結婚式だと思ったんですか？ご両親もちゃんと伝えたって言ってますよ。あなたが結婚式の準備も進んでるって言ったから。そうよ、思えば全部あんたのせいじゃない。あんたに責任があるでしょ。ちゃんと詫びて責任を取りなさいよ。私と達也さんが結婚することに冷静さを失ってたせいじゃないですか。責任転嫁しないでくださいよ。うるさいうるさいうるさい。とにかく父さんと母さんの式ちゃんとしてあげなさいよ。かわいそうじゃないの。お姉さんがキャンセルするように手配したんじゃないですか。でも式は無事にできそうですよ。え、そうなの？式場スタッフが勝手にキャンセル処理をしてしまったこと、式場の責任者が謝罪してくれまして、急いで準備して式を挙げてくれるそうです。ああ、よかった。私も今から急いで準備して向かうわ。何言ってるんですか？お姉さんの席はありませんよ。は？なんでよ。当然でしょ、達也さんがそう言ってます。嘘よ、そんなの。おい姉貴。え、姉貴ってタッちゃん？ああ、そうだ。どうしてこの女の携帯から。ねえ、その女どうにかしてよ。私に結婚式に来るなって言ったのよ。ああ、式には来ないでくれ。まず親父がめちゃくちゃ怒ってる。母さんの晴れ姿を一番楽しみにしていたのは親父だからな。え、本当なの？本当だよ。本当にタッちゃん、その女が言わせてるんでしょ。ね、そうなんでしょ。自分の携帯から連絡しておいで。お姉ちゃんが守ってあげるから。
姉貴のことブロックしたから。え、どうして？昔から大嫌いだったんだよ。トイレに閉じ込めてお姉ちゃんと結婚するって言うまで解放しなかったり、お風呂に無理やり入ってきたり、家族だからと思って我慢してきたけど、もう限界だ。だっちゃん、そんなひどいこと言わないで。その呼び方やめろ。とにかく今までのこと親父と母さんに全部言った。式が終わったら追い出すってさ。母さんも娘は麻美一人でいいってそう言ってるから。麻美ってその女どうしてよ。私は血のつながった家族よ。それでも絶縁されるほど姉貴はひどいことをしたんだよ。式のキャンセルで出た損害金合計500万は姉貴と姉貴の友達に払ってもらう。家を出たら分割でいいからしっかり払えよ。500万ってそんなに高いわけないでしょ。今までの親孝行にって俺の貯金と麻美の貯金合わせて豪華な式をプレゼントしたんだよ。そんな、私働いていないのよ。どうやって生きていけっていうの。お金なんか払えないわよ。知らねえよ、自分で何とかしろ。ねえタッちゃん、目を覚まして。お姉ちゃんと結婚するんでしょ。今もその女が私に嫉妬して私とタッちゃんと家族との関係をめちゃくちゃにしてるんでしょ。気持ち悪いな。え、もう二度と関わりたくない。これは俺の本心だ。今まで俺を苦しめてきたという自覚を持て。苦しめた？私がタッちゃんを？ああ。私そんなつもりじゃ、もう関わりたくないってそんなの言えよ。ねえお願い許して。嫌だ、姉貴とは二度と会う気ないから。じゃあな。そんな、タッちゃん。お姉さん、麻美です。あんたよくも。ご家族全員お姉さんとは絶縁するそうです。どうして？嫌よ。憎い私とも縁が切れるんだからいいじゃないですか。なんであんたなんかが。達也は私のものなのに。弟にそんなに執着しててもお姉さんも辛いんじゃないですか。今期逃さないでちゃんといい人見つけた方がいいですよ。その37歳って結構ギリギリだと思いますし。え、37歳？ご自分の年齢忘れてたんですか。この年齢で借金抱えてどうやって生活していけばいいの。まあ頑張ってください。式の時間なんで失礼しますね。達也さんに言われてるので私もブロックします。え、ちょっと待ってよ。あんたがブロックしたら達也と話せなくなっちゃう。せめてタッちゃんにだけは会わせてって伝えてほしいの。あなたと結婚することは許してあげるからね。え、後日談。その後、義士と親友は式場からの損害請求で多額の借金を抱えることになりました。ろくに働かず実家暮らしだった義士は達也の宣言通り家を追い出され、義士のせいで職場を失った例の親友に泣きつき、ワンルームのボラアパートに二人で貧しく暮らしているそうです。義両親の結婚式は式場の責任者が今できる最大限の総力で盛大な式を挙げさせてほしいと提案してくれ、オプションてんこ盛りの大層豪華な式となりました。その後私と達也も同じ会場で式を挙げたのですが、ここだけの話、かなり割引してもらい、余ったお金は義両親と私たちで豪華な海外旅行に行こうかと密かに計画を立てています。お姉さん、そろそろうちのお兄ちゃん返してくださいよ。突然何？突然じゃないんだけど、アコはずっと離婚するのを待ってたんだよ。まだ？離婚する予定なんてないんだけど。それは困る。どうして？お兄ちゃんがいないとうちが貧乏になっちゃうじゃない。お母さんもアコちゃんも働いてないの？働くわけないじゃん、パパの遺産で暮らしてる。じゃあ働いた方がいいよ、アコちゃん26歳だよね。今は働きたくない年頃なんです。そんなこと言ってたら生きていけないよ。わかってるよ、だからお兄ちゃん返してって言ってるんじゃん。もしかしてお姉さん話通じない人？ずいぶん喧嘩腰だね。私たちからお兄ちゃんを取った人だからね。そりゃ敵視するよ。ママだってあんたのことはよく思ってないから。それはなんとなく知ってるわ。でもソータとはうまくいっているし、離婚する理由がないもの。じゃあアコが離婚する理由作ってあげようか。どういうこと？お姉さんに会うような男性をアコが探してくるよ。いや、いらないから大丈夫。遠慮しないでよ、アコの男友達結構イケメンだよ。そういう問題じゃないから。
正直お兄ちゃんとお姉さん全然釣り合ってないんだよね。そう？だってお姉さんの方が3つ年上でしょ。お兄ちゃん的には本当は年下のお嫁さんが欲しいと思うし。そんな話聞いたことないけど。そりゃ嫁本人には言えないでしょう。でももう結婚して3年経つし、今さら年とか関係ないんじゃない？そう思ってるのはお姉さんだけ。お兄ちゃんは3年間ずっとモヤモヤしてるかもよ。そんなこと言われてもね。お互いのために離婚した方がいいって。あこちゃんはただ働きたくなくて、ソータからお金をもらいたいだけでしょ。そうだけど、なんか悪い？あこちゃんもいい年なんだから、言葉遣いもそうだけど、成長する努力をしてみたらどうかな。偉そうに何なの？お姉さんなんて33歳でしょ？ババアじゃん。あこちゃんから見たらババアなのかな、知らないけど。ババアだからお兄ちゃんと離婚したら次の相手がいないのはお察しするけど、こっちにもこっちの人生があるんだから。自分の人生は自分でどうにかしないよ。わかんない人だな。もういいわ、私が何とかする。働く気になったの？なわけないでしょ。絶対にあんたとお兄ちゃんを離婚させてやるから覚悟しときなさい。そんなこと言ってないでハローワークにでも行ってね。あこちゃんはかなりの気分屋で、これまでもいろいろあったので今回の離婚要求騒動もすぐ収まるかと思って軽く考えていました。しかしそれは大きな間違いだったんです。私はリカ、33歳、主婦であり会社員です。夫のソータとは職場で知り合いました。後輩だったソータは結婚後転職をし、今では別々の仕事をしています。3年間特に何の問題もなく普通の夫婦をやれていたと思います。でも3年じゃ人の中身って意外とわからないものなんですね。いかに人が怖いかを私は身をもって体験することになるのです。数日後。お前よくもやってくれたな、この裏切り者。何？しらばっくれるなよ、浮気してたくせに。してないんだけど。もしかしてあこちゃん？そうだけど何？口封じしようとしたんだって？いや違うよ。違うならどうしてあこが言ったってわかるんだよ。あこちゃんが私たちを別れさせるために何かやるって言ってたから。あこはそんな子じゃない、俺の妹だぞ。そんなこと言われても。しかもお前、他にも嫌がらせや犯罪行為までしてたんだってな。犯罪？あの子は何を言ったの？アコの金を盗んだだろ。犯罪者の嫁とかありえねえ。そんなことまででっち上げてるんだね。アコが嘘をつくわけないだろ。じゃあ私が嘘をついてるって言いたいの？当たり前だろ。もう3年も夫婦やってるのに私を信じてくれないんだ。アコとはもう26年間一緒にいるからな。妹と妻じゃ違うでしょ？ああ違う、こっちは血がつながってるんだ。翔太、シスコンなの？ちげえよ、ただ家族思いなだけだ。私も家族のはずなんだけどな。もう違う。え？お前とは離婚だ。はあ、まんまと妹にやられたか。10万をアコに返せ。私10万を盗んだことになってるの？いい加減認めろよ。盗んだって証拠ある？そんな大金持ち歩いてるわけないし、アコちゃんの口座も知らないから盗めるわけないと思うんだけど。アコ曰く公共料金の支払いのため10万を下ろしたらそのまま持っていかれたって言ってるぞ。それはいつの話？私ずっと家にいるよね。アコちゃんとも会ってないよ。そう言っておきながらブラブラ出かけてるんだろう。浮気相手ともそうやって会ってるんだ。妄想が過ぎるわ。窃盗で警察に通報してもいいんだぞ。マジか。浮気の慰謝料も計算して後で請求する。とりあえず10万はすぐ返せ。もともとあこちゃんもお母さんのことも苦手だったけど、ソータも同じ類の人だとはね。そりゃそうか。ぐちぐち言ってんじゃねえぞ。なんかもう呆れちゃった。3年一緒にいても人ってわからないもんだね。俺は実家に帰る。その家は解約するからさっさと出ていけよな。急だな。10万を1週間のうちに返さなかったら警察呼ぶから。もういいや、分かったよ。盗んだことは否定させてもらうけど、10万あげるからもう一生私に関わらないでくれる？それはこっちのセリフだ、バカ女。やった、こんなバカ男と離婚できて最高。てっきり悲しむかと思ったけどな。ある意味嬉しいわ。
蒼太にも不満があったしね。あ、そうかよ。実家に戻ってうまく生活できるといいわね。余計なお世話。じゃあ困っても連絡してこないでね。さよなら。頼まれても連絡しないっつうの。1年後。おい、リカ、俺と再婚しないか？既読無視するなよ。もう連絡してこないでって言ったでしょ。もう1年経ったんだし、いいじゃないか。時効だよ。何それ、今さら何の用なの？だから俺と再婚しろって。どうして？お前が必要だからだよ。あなた曰く私は犯罪者なんじゃなかったの？そんな人とどうしてまた結婚しようと思えたのかしら。あ、すまなかった。アコが全部白状したんだよ。へえ、まさか俺の可愛い妹があんなえげつない嘘をつくなんて思わなかったからさ。言い訳されてもね。お前と離れてみて分かった、俺だけじゃ生活していけない。そりゃそうでしょうね。え、翔太って稼ぎが少ない上に散財するタイプじゃない？生きていけないと思ったわ。リカといる時は大丈夫だったんだよ。それは私の収入もあったし、食費はかなり節約してたからね。そうだったのか。俺は何も知らずにお前に頼ってたんだな。そうね。実家に帰ったらアコとお袋が金をせびってきて大変なんだ。助けてくれよ。お金が欲しいからって頼られても。お金じゃない、リカに帰ってきて欲しいんだ。あ、そう。1年間も寂しい思いをさせてごめんな。これからは幸せにしてやるから。全然寂しい思いしてなかったから大丈夫だよ。素直になれよ。一人で苦しかっただろ。何言ってるの？私もう再婚してるんだけど。は？物事を自分のいいように捉えるのもどうにかした方がいいね。相手はどこの誰だよ。職場の上司だけど。俺が知ってるやつ？里山さん。マジかよ、やっぱり浮気してたのか。まだそんなバカなこと言ってるの？里山さんはあなたと別れた後、元気のない私を慰めてくれて、そこから初めてお付き合いがスタートしたのよ。くそ、知らない男だったら殴り込みに行きたかったけど。里山さん相手じゃ無理よね。あの人筋肉ムキムキだからな。ってことで諦めてね。そんなこと言わないでくれ。俺がどうなってもいいのか？どうなるっていうの？アコもお袋も働こうって気持ちが全くないんだよ。父さんの遺産も尽きるし、これじゃマジで破産する。私には関係ないことじゃないの？俺たち家族だろ。もう違うから。アコにはきつく言っておくよ。今度からはリカを信じる。今度はないんだってば。私は今が幸せなの。里山さんと別れるかもしれないだろ。その幸せいつまで続くかわからないぞ。確かにいつまで続くかはわからないけど、今が幸せってだけで私は満足なの。それにあなたと関わると不幸になる。そんなことないだろ。俺との3年間幸せだっただろ。私との3年間より妹を取ったあんたに言われたくないのよ。それは話が違う。違くない。それに私に助けを求めても無駄よ。ことぶき退社したから収入ないし。あんないい仕事を辞めたのか。結構稼いでたんだろ。私が仕事を辞めてもいいぐらい里山さんは収入があるのよ。蒼太は給料が少ないとかわがまま言ってすぐ転職してたけどね。俺にあの会社が合わなかっただけだ。はいはい。俺をバカにしやがって。ふざけんなよバカ女。仕事を辞めたって知ったら突然の暴言、ほんとクズね。うるせえんだよ、何の役にも立たないやつが。負け犬の遠吠え、お疲れ。クソが。いくら私に暴言ぶつけたってあなたの状況は変わらないから頑張ってね。何なんだよ、なんて日だ。後日談。なんだかとてもスカッとしました。妹を選んだことを後悔させられたし、あの家族は本当に破産して路頭に迷うでしょうね。あのあとアコちゃんからもお金をせびるような LINE が届いて、本当同じ血が流れてるなと笑ってしまいました。もちろん返事もせず即ブロック。私は里山さんと結婚してなんだかしっくりきています。今までの生活は不満があっても口に出さず、これが幸せだと思い込んでいたけど、今は何かあれば夫と話し合い本音でぶつかれるいい夫婦です。この幸せがいつまでも続くといいな。車にひかれるなんておちょこちょな嫁ね。
車道に突き飛ばしたのお母さんですよね。なんてこと言うの？私を犯罪者扱いするなんて信じられない。確実に誰かに背中を押されました。あの晩家族で食事に行くとき、私の後ろを歩いていたのはお母さんだけです。石にでもつまずいたんでしょ。そのくらいで車道にまで押し出されるわけがありません。両足骨折ですよ。しばらくは車椅子です。あら大変。でも主婦としての仕事はサボるんじゃないわよ。はい。家事は今まで通りやること。車椅子でも立派に生活してる人はいるの。あんただけ甘やかすわけにはいかないでしょ。あの、同居してるのに助けてもくれないんですか？ただでさえ入院なんかされて、洗濯も洗い物も溜まってるのよ。さっさと退院しなさいよ。あの、我が家には大人は私しかいないんですか？皿一枚洗えないんでしょうか？大輝だって帰りが遅いし、お父さんは箸より重いものは持たないし、私は主婦を引退したし。そうですか、わかりました。でもそうやってごねてても洗い物は溜まる一方ですよ。あんた事故の保険金出るでしょ。相手から賠償金も出るわよね。それが何か？その金で家政婦雇うわ。自分でやれば1円もかからないんですよ。やりたくないんだもの。入院して3日経ちますけど、食事はどうしてるんですか？お父さんがお弁当買ってきてる。大輝さんの朝ごはんは？朝食べないくらいどうってことないわよ。それくらいやってくださいよ。うるさいわね。文句があるなら自分でやりなさい。帰れないからこうやってお願いしてるのに。ほんと迷惑。あのまま事故で亡くなってれば多額の保険金が入ってもっと楽できたっていうのに、中途半端に骨折なんかで終わっちゃうからこうなるのよ。ひどい。役に立たないんだから、事故の賠償金を釣り上げることでも考えるのね。もう結構です。私は春菜、30歳の主婦です。結婚して2年になりますが、当初から同居しています。義母が珍しく食事をおごると言ったあの夜、私は事故に遭いました。終わったなと思いましたね。気がついたら病院のベッドの上で、目が覚めた時は恐怖と安堵から泣いてしまいました。私は義母がやったと思っています。警察にもそう話しました。夫はまさかと半信半疑です。そりゃそうですよね。自分の母親が妻にあんなことをするなんて信じられるわけがありません。私は2週間入院し、その後3ヶ月はリハビリに通い、どうにか歩けるようになりましたが、その間も家事は押し付けられました。夫は協力してくれましたが、帰りが遅いので限界があり、車椅子や松葉杖での慣れない家事をこなすしかありませんでした。姑はいびりモード全開で、家で車椅子を蹴られたり隠されたりと散々な目に遭いました。そんな姑に特大のブーメランが刺さることになるとは、この時の私は思いもしなかったのです。3ヶ月後。100万払って。何のお金ですか？迷惑料と家政婦代よ。はい。あんたが使い物にならない最初の1ヶ月は家政婦を呼んだのよ。1ヶ月で40万もしたんだから。じゃあ40万じゃないですか。あとの60万は迷惑料よ。迷惑っておっしゃいますが、家族に何かあった時ってお互い様じゃないんですか？私がいつあんたに迷惑かけた？今後かけないと言い切れますか？言い切れる。絶対にかけない。介護状態になるかもしれないでしょ？私はならない。ぽっくり行くから大丈夫。へりくつこねないで、さっさと金を払いなさい。まだ事故の示談は済んでませんし、通院もしてるので保険も降りていません。あっそう。じゃあいいわ。あんたの親からもらったから保険金が入ったらお父さんに返しなさいね。は？お友達に旅行に誘われてね、憧れのヨーロッパ旅行なのよ。100万くらいないと足りないでしょ。何に使うかはどうでもいいです。なぜうちの親にお金を請求したんですか？娘が姑に迷惑かけたのよ。親としては責任取るべきでしょ。父は払ったんですか？ええ、意外とあっさりね。何も聞いてない。いいお父さん持ったわね。あなたも金払いに関しては見習いなさい。すぐにそのお金返してください。いやよ、あんたが返せばいいでしょ。実家にはお金がありません。きっと借金でもしたんだと思います。娘のためなら借金でもする。泣ける親怖いね。ふざけないでください。さて、旅行の買い物に行かなくちゃ。お母さん。2ヶ月後。助けて、
旅行先で観光バスが事故に遭って大怪我しちゃったのよ。ニュースでやってました。治療はしたんだけど、このまま歩けなくなるかもしれないって言われて、私どうしたらいいの？そうですか。とりあえず帰国するから空港まで迎えに来なさい。ちょっと冗談きついですよ。家族に迷惑かけないでください。あ、何言ってるの？事故だろうとなんだろうと、怪我して家族に迷惑かけてはいけないとお母さんから学びましたけど。アホなこと言うんじゃない。病気で歩けなくなったんだから私の介護をしなさい。足代わりに使ってやるわ。その体で刑務所は大変ですね。さっきから意味のわからないことばかり言うんじゃない。お母さん、お待たせしました。お待たせすぎかもしれません。何よ。逮捕ですよ。逮捕。私が何したって言うのよ。私を突き飛ばしたじゃないですか。あれはあんたが勝手に。いいえ、背中を押されました。警察には何度もそう言いましたが取り合ってくれなかったんです。じゃあなんで今になって。父が調べてくれたんです。あの道路の向かいに家があるんですよ。そこに防犯カメラがあることは分かってたんですが、そこの住人とどうしても会うことができなくて。空き家なんじゃないの？違うんです。その家、半年ほど海外出張で家を開けてただけでした。え？ドラレコの映像も誰も提供してくれないし、頼みの綱はあの家の防犯カメラだけだったんですよ。それを父が説得して提供してもらうことができました。あの親父、余計なことして。娘思いのいい父ですので。私、機械とかよくわからないけど、あの事故はもう半年も前なのよ。そんなに映像が残ってるものなの？10テラバイトという非常に容量のいいレコーダーに保存していたそうで、無事残ってました。夜だから映ってないわよ。ご心配なく、非常に高性能で夜間でも綺麗に映るタイプのカメラなので。嘘。両手で突き飛ばす瞬間がしっかり映ってましたよ。心なしか楽しそうでした。その映像どうする気？当然警察へ行きます。あんたね、夫の母親が捕まってもいいの？あの子を悲しませるようなことできないわよね。できます。余裕でやります。ちょっとやめてよ。私、車椅子生活なのよ。もう一生歩けないかもしれないのよ。それが何か。車椅子の人が刑務所に入るなんて聞いたことないわ。それならご心配なく、ちゃんと調べたところ、そういう方々や高齢者が集まるようなところがあるらしいです。そうなの？受刑者が世話係になったりとかして、お母さんの中にはどこを探してもないお互い様という精神で介護してくださるそうです。いやよ、ただでさえ不自由なのにあんなところに入るなんて。まあ裁判の結果でしょうけど、お母さんに有利になるような証言をする身内もいないですし、期待しない方がいいですよ。お父さんや息子ならきっと情状酌量を訴えてくれる。残念です。お父さんに今後私たちと暮らすか、犯罪者のお母さんの味方になるかお伺いしたんですが、答えは前者でした。そんな。当然夫も私の味方です。犯人がお母さんだと知って見たことないくらい切れてました。よかったですね、海外に逃亡していて。なんで誰も私の味方をしてくれないのよ。あなたが誰の味方にもならない人だからですよ。私はちゃんと人に優しくしてきたし、友達もたくさんいるわよ。だったらそのお友達に証言を頼んでは。こんなことする人じゃないって裁判で言ってもらえばいいじゃないですか。今聞いたらそれはできないって。なんでなのよ、海外まで一緒に行ってやったっていうのに。そういうところですよ。あと父、100万返済してくださいね。あれはあんたの親父がホイホイ差し出したの。脅したからですよ。そんなことしてな、証拠はあるの？あります。え？一筋縄じゃいかない姑だってことをいつも母に愚痴ってたので、家に来た時からスマホで動画撮ってたらしいです。あの女、コソコソしてると思ったのよ。人を脅してお金を取るのって犯罪なんですよ。もう一つ罪が増えましたね。こりゃ実刑コース間違いなしかも。せめてあんたの親父だけでも黙らせてよ。父だけは私の言うことを信じてくれて、防犯カメラまでたどり着いてくれました。黙らせるどころか MVP としてスピーチしてほしいくらいですね。寒いのも暑いのも嫌、まずい食事も無理、お風呂は毎日入りたいし、程度の低い人間たちと暮らすなんて耐えられない。程度の低さじゃ誰にも負けてませんよ。自信持って。私本気でお願いしてるの。
心から謝罪するわ。だからどうにかして助けて。気づいてないようなので教えてあげますけど、あなたさっきから一度も謝罪もお願いもしてませんよ。お願いします。ごめんなさい。許してください。もうしません。反省します。そのセリフは裁判所でどうぞ。私に言われても許す気はないので。なんでよ。もう二度と歩けなくなるかもという恐怖、あなたにならわかりますよね。私はそんな不満な思いをしているのに、迷惑だ、金よこせと散々なじられたんです。そんなあなたに優しくする理由がどこにありますか。気持ちはわかるわ。でも私たちは家族じゃない。私は家政婦扱いはされても家族扱いされた記憶がないので、今の言葉はびっくりです。家族としてやり直しましょう。今ならまだ間に合うわ。空港で待ってるわね。お迎えに来るのは警察ですよ。まあ車椅子で逃亡できるならどうぞ頑張ってください。この鬼嫁。鬼嫁で上等ですよ。夫の母親だからと思ってそれなりに気を使ってきたんだけど、もうやらなくていいんだと思ったら顔がにやけます。刑務所に入ったら会いに来てくれるわよね。差し入れも面会もしませんよ。手紙とかもやめてくださいね。紙と切っての無駄なんで。なんて恐ろしい嫁なの。これがあなたが私にしてきたことのしっぺ返しです。どうぞお納めください。ではさようなら。待って、見捨てないでよ。後日談。楽しいはずの旅行で事故に遭い、帰国してすぐ逮捕とは非常に悪質ということで実刑となってしまいました。もちろん歩くことはできません。車椅子、さらに高齢とあっては非常に辛い刑務所生活になることは間違いないでしょう。父への100万は義父が代わりに返してくれました。何も知らずに申し訳なかったと謝罪までしていただきました。義父と夫と3人で引っ越し、新天地で再スタートです。義母からはたまに手紙が届きますが、夫が読んでは破って捨てているので何を書いてるか知りません。私は先日妊娠が発覚。家族でこの子の誕生を待ちわびています。嫁たちの稼ぎは全部私のものよ。ノルマは月20万円ね。は？何の話ですか？仕送りをしろってこと。こういうのは普通姑に言われる前に嫁側が自主的にするものよ。そんな話聞いたことありません。非常識ね。ほんとうちの嫁どもは何を考えてるのかしら。あなたみたいな人を世間ではダメ嫁って言うのよ。そもそも仕送りの話ならエイジに話してもらえますか。実の息子なわけですし。私はあなたに話をしてるの。論点ずらさないで。ずらしてませんよ。そういうことだから来月から振り込みよろしくね。そもそも私今働いてないんですよ。はあ？なので20万円なんて払う余裕ないんですけど。今すぐ仕事を探しなさい。コンビニならすぐ働けるでしょ。無理です。実は私不妊治療をしてるんです。エイジは海外出張で帰国は3ヶ月後でしょ。その間は妊娠できないなら私のために働いた方が有意義だと思うけど。人工授精なので冷凍保存しているんです。エイジさんがいなくても妊娠は可能です。体調管理もしないとなので今働くのは無理です。ああ言えばこういうほんとめんどくさい嫁。なんでエイジはこんな嫁と結婚したのかしら。というか最初嫁たちって言ってましたけど、お姉さんたちにもこの話をしたんですか。もちろん。長男嫁のミクさんも次男嫁のリョウコさんだって即 OK したんだから。え、これが証拠よ。わかりましたってはっきり書いてるでしょ。確かに名前はミクさんになってますけど、ミクさんって小学生のお子さんがいますよね。それが何？学校に行ってる間は暇してるから問題ないわ。確かお兄さん単身赴任で今はワンオペ育児ですよね。日中は家事に小学校の役員の仕事、最近は町内会の班長にもなってやることが何かと多いって前に聞きましたよ。それくらいで働けないとかちょっと怠けすぎじゃない？そうですかね。
まあミクさんは30歳でまともな会社に就職するのは厳しいだろうと思ってスーパーのレジバイトを勧めたわ。余計なお世話。あんたたちは旦那に甘えすぎ。だったらお母さんもそうですよね。ずっと専業主婦じゃないですか。私は息子を3人も産んだの。男の子をこんなに産むってとってもすごいことなんだから。それはすごいとは思いますけど。だから私は専業でいいの。あなたたちみたいな怠け者と一緒にしないでくれる？怠けてるわけではなく、私たちにも事情があるんです。それに涼子さんに至っては妊娠中なので仕事なんかできる状態じゃないですよ。涼子さんはもともと次男の仕事を手伝ってたでしょ。確か仕事は海運業でしたよね。お兄さんの乗る船に乗って料理や身の回りのお世話をしていたとは聞きましたけど。だからまた船に乗ってもらってその稼ぎを私に振り込んでもらうのよ。いやいや、妊娠中に船に乗るのは危険です。何かあったらすぐに病院に行けないじゃないですか。まだ26歳で若いんだし、なんとかなるわよ。今は若いとかそういうのは関係ないと思いますけど。でも涼子さんも働くって言ってくれたのよ。ほら、なんでこんな理不尽な要求にみんな従順なんですか。正直私は信じられません。姑の言うことを嫁が聞く、これは常識的なことなんだから従うのは当たり前よ。納得できません。つべこべ言うな。1円でも足りなかったら即離婚させるから。私の名前はアイカ、28歳の主婦です。旦那のエイジさんは1歳年上で外資系会社に勤めており、現在は海外に出張中。エイジさんには他に32歳と30歳のお兄さんがおり、すでに結婚もしています。義両親との関わりは年末年始に帰るくらいで、いい感じの距離感だったのですが、お母さんからの突然の要求に唖然としてしまいました。お金に困っているというのであればまだ理解はできるのですが、お母さんは56歳でとても元気、働こうと思えば働けますし、そもそもお父さんはまだ現役で働いているので収入には困っていないはず。旦那にも相談したかったのですが、この要求を即 OK したお姉さんたちが気になったので一度話を聞いてみようと思い、私は長男嫁であるミクさんに LINE を送ることにしたのです。10分後、今いいですか。お母さんの件でちょっと聞きたいことがありまして。もしかして仕送りのこと。やっぱりご存知でしたか。涼子さんからも私に連絡はあったわ。内容は同じだった。月20万だなんて一体お母さんは何を考えてるのか。本当困ったわね。とりあえずお互いの旦那に相談してみませんか。私たちだけではどうにもできないですし。そうしたいんだけどね。何か問題でも。お母さんから離婚させるって言われたのよ。それは私も言われました。でも離婚の決定権はお母さんにはありませんよね。なので無視しても問題はないかと。そうしたいんだけどね。実はお母さんからこんなのが送られてきちゃって。何ですかこれ。涼子さんにも同じような写真が送られたらしいのよ。しかも夫の欄だけ記入済みって。旦那たちがお母さんに託してるらしいのよ。なんで。義理の母親を大事にできない嫁はうちには必要ないって言ってたみたいで、お母さんに預けたらしいのよ。本人には聞きました。もし旦那に話したらすぐに離婚させるってお母さんから脅されてて、怖くて聞けないのよ。完全に恫喝じゃないですか。それにうちの旦那は出張中で、涼子さんのとこも今船に乗ってるじゃない。うちも今海外にいるんで時差とかもあって連絡はしづらいですけど。でもそんなこと言ってる場合ではないですよね。それはそうだけど、本当に離婚なんてことになったら子供が。あ、そっか。お子さんがいるとなると慎重にもなりますね。私も涼子さんもそこがネックなのよ。もうどうしたらいいか。でももしかしたら離婚届は偽造の可能性もありますよね。それも思ったんだけど、この離婚届の文字旦那にそっくりで。そんなに似てるんですか。涼子さんもうり二つだって言っていたわ。そういうのもあって妙に信憑性があるから
全部を嘘って断言することはできなくてね。あ、ちょっと待ってください。今お母さんから LINE が。私にも離婚届の写真今送られてきました。そっちもか。こっちも筆跡がうり二つです。うちの旦那はミミズみたいな字でかなり特徴的なので一発でわかりました。これからどうしようか。私あまり強く言われると萎縮して言い返すことができないから、お母さんに反発する勇気ないわ。お母さんって言い方きついですし、その気持ちはわかります。涼子さんだって妊娠中で大変だって言うのに、こんなことになるなんてね。一旦3人で話し合いません？このままじゃお母さんの思うツボです。でもどうやって解決するの？下手したらみんな離婚になる可能性もあるのよ。そうならないためにも作戦会議は必要かと。それもそうね。涼子さんの体の負担も考えて、一旦涼子さんのお家に集まって作戦会議をするっていうのはどうでしょう。涼子さんにも連絡してみるわ。私もなんとか都合をつけて集まれるように頑張ってみる。お願いします。1ヶ月後。ちょっと、今月の分振り込みがまだだけど、どうなってるの？もう1ヶ月経ったんですか？何のんきなこと言ってんのよ。さっさと20万振り込みなさい。遅れは許さないんだから。浮気の慰謝料で大変みたいですもんね。え？残念ですが、私たちはお母さんに従う気は一切ありませんから。どういうこと？実は一か八かお父さんに相談してみたんですよ。嘘でしょ？お父さんもお母さんの味方の可能性もありましたが、そんなことはなくて安心しました。どこまで聞いたの？アプリを使って年下男性に家計のお金で貢ぎまくって浮気を楽しんでいた後、私たちは聞きましたけど、今は離婚協議中なんですよね。それは誤解なの。お金に困ってるって聞いて人助けのつもりで。ちょっと、でも男女の関係でもないし、お父さんも勘違いしてるだけ。それは人助けとは言いませんし、男女の仲でもない人とホテルなんて入りませんよ。そこまで聞いたの？更新所を使って撮影した写真も全部見せてもらいました。最悪。家のお金は散財していたから、財産分与もスズメの涙。その上、慰謝料請求までされて、年下男性は逃亡、お金に困ったお母さんは嫁である私たちを利用してお金を巻き上げようとした。そうですよね？あ、いや、そういうつもりは。とぼけても無駄です。たまたま旦那たちがそれぞれ出張やら乗船中だったりで、家にいないこともチャンスだって思ったんじゃないんですか？でもこっちは離婚届を預かってるの。これ以上言いがかりをつけるなら離婚させるわよ。いいの？離婚届は偽造ですよね。証拠は？離婚届を筆跡鑑定に出させてもらいました。そこまでしたの？ミクさんが依頼してくれたんです。3人で話し合いをした時思いついたんですよ。離婚届が偽造だと分かれば怖がるものはないですからね。苦労して息子たちの字を真似して書いたのに。長年見続けた子供たちの文字だから似せることができたんでしょうけど、さすがに筆跡鑑定まで逃れるのは無理でしたね。鑑定にまで出すなんて。なので心置きなく旦那たちにも今回のことを話させてもらいましたので、離婚させるなんて無理ですよ。そもそも2人は一度こっちの要求を了承したのよ。ミクさんと涼子さんですか？そうよ。今さら拒否するなんて、こんなの詐欺同然。あの LINE も偽造ですよね？間違いなく LINE の内容はこっちに残ってるのよ。適当なこと言わないで。私に送りつけてきた LINE 画面の日付なんですけど、あの日時2人とも用事があってスマホを触るなんてできなかったんですよ。え？まずミクさんはお子さんの小学校で役員会議の真っ最中でした。そして涼子さんは妊婦検診で診察を受けているところだったので、 LINE に返信なんてできるわけないんですよ。嘘。爪甘かったようですね。もういい。私は海外に逃げる。そうきましたか。こうなったら慰謝料も払うもんですか。年下韓国人男性と韓国に渡って幸せな海外ライフなんて、のんきなこと考えてないで現実を見たらどうです？なんで知ってんの？
落ち着いてください。文字連打してますよ。私誰にも喋ってない。どういうことなの？お母さんとやり取りしていた年下韓国人男性って涼子さんなんですよ。はあ？メッセージのやり取りなら横になってでもできるので、お母さんの本性を暴くために頑張ってもらいました。普通そこまでする？慰謝料は300万で支払いは分割でしたよね。そうだけど、月5万円で約5年支払う予定なら、月20万を3人から徴収するのはもらいすぎじゃありません？そんなことないわよ。浮気相手にも貢いでましたし、男絡みの可能性は高いと思ってこんな形で探りを入れさせてもらいました。私働いてないから、生活費としてもらおうと思っただけ。一人暮らしで60万はお金余りますって。年寄りはいろいろとお金がかかるの。そんなわけないでしょ。生活費以外にも韓国への渡航費用も私たちから搾取するつもりだったんですよね。それは涼子さんが離婚や浮気について肯定的な返信をし続けたら普通に話してくれたじゃないですか。あれは嘘だったというか、ちょっと話を持ってしまって。嫁たちからお金を奪って、そのお金で韓国で2人で幸せになりましょうなんて意気揚々と送っていたくせに、あれも嘘ですか？だからそれは嘘で、その場のノリで話しちゃって。言い訳するな。本当のことを話してください。 ある程度お金を奪ったら韓国に渡って彼と幸せに暮らす予定だったの。やっぱり海外に行っちゃえば今回のことがバレても咎められることもないと思って海外の人限定で募集してたのよ。とことんクズですね。財産分与も少なくて仕事だってしてないのよ。こうするしかなかったの。なのにこんなことになるなんて。そんなお母さんに朗報です。助けてくれるの？お母さんを放置しておくとまたとんでもないことをして周りに迷惑かけそうですし、ある程度は助けるつもりですよ。はあ、よかった。うちに嫁いでくれてありがとう。船に乗ってください。え？今涼子さんは妊娠中で旦那さんの仕事の手助けができない状態なのは知ってますよね？それは知ってるけど。なのでお母さんにはその代わりに船員のお世話をしてもらいます。私56歳なのよ。この年でこんな仕事できるわけないじゃない。身の回りのお世話以外にも荷物の積み下ろしもあるので、かなり過酷だとは思いますが、慰謝料の支払いもありますし頑張ってください。そんなの嫌。慰謝料の支払いは必須。旦那たちも含めて私たちは金銭的な援助はしません。私たちにできることは仕事を紹介するくらいです。そんなこと言われたって。自力で全部何とかするなら私は止めませんけど。働かせてください。はい、よかった。これで私たちも安心ですし、お父さんもほっとします。それではこれから頑張ってくださいね。後日談。その後お母さんは海運業の会社へ入社、船に乗り雑務を担当することに。しかし内容は思った以上に過酷で、肉体労働は当たり前、さらに雨の日でも積み下ろしがあり、先日足を滑らせ転倒、顔に大きなあざまでできてしまったのだとか。その結果お母さんは値を上げてしまい逃走。ですが56歳職歴なしを雇ってくれる会社など全くなく、結局出戻りしてきたらしく、今はおとなしく働いているそうです。姑がこんなとんでもない人だったとは私たちは驚きましたが、今はみんな平和に暮らせているのでほっとしています。まさか千咲が結婚するなんてね。どういうことよ母さん。だって聞けば聞くほど信じられないもの。あんたみたいなブスが結婚だなんて。それ実の子に対して言う言葉？だって本当のことじゃない。あなたは私みたいに美人じゃないもの。だとしても言っていいことと悪いことがあるでしょ。そんなの知らないし、私は昔からあんたのこと大嫌いだから。それって私の顔が別れたお父さんに似てるから？当然よ。ほんとあいつに似て嫌になるわ。って言ってもお父さんの顔なんて知らないけど。まああいつとはあんたを妊娠してすぐの時に離婚したしね。
それは自分の責任でしょ。家事を全部お父さんに押し付けて、しかも妊娠したのに浮気までするなんて。うっさいわね。それくらいであいつは怒って出て行ったのよ。それは当然の判断だと思うけど。あんた見てるとあいつ見てるみたいでイライラするのよ。キモいから顔見せんな。イライラするのは私も同じ。物心ついた時から母さんに暴言吐かれてきたし。口答え？ブスのくせに偉そうに意見しないでよ。私だって人間なんだし、嫌なこと言われれば意見するわよ。今まで育ててきてやった恩を忘れたの？自分の子供に責任持つのは親の義務よ。好きでもないのに育ててやったのよ。大して私を育ててなかったでしょ。何ですって？私を主に育ててくれたのは秋華おばさんじゃない。はあ？おばさんは私が小さい頃からよくうちに来て遊んでくれたし、ご飯も作ってくれたのよ。あのおせっかいだけが鳥へのクソ妹の肩持つわけ？おばさんのことをそんな風に言わないで。こっちはあんたを食わせるためにあくせく働いてたっていうのに。働くっつったってギャンブルでしょ。そうよ。そんなの働くうちに入らないわよ。細かいことはいいじゃない。よくないんだけど。にしてもかわいそうよね、ブースに生まれちゃって。私に似てれば人生イージーモードだったのに。確かに母さんほど美人じゃないけど、身だしなみを整えるようになってから容姿を褒められるようになったのよ。そんなのお世辞に決まってるじゃない。少なくとも母さんのように失礼なことは言われなかったわ。旦那になる人だってどうせ女遊びすることしか考えてないクズ男よ。俊平のことをそんな風に言わないで。彼は誠実で優しい人よ。あっそ。そんなことより結婚式はいつなの？来月の3日だけど。あんたの式に出るなんて尺だけど、ただ飯食えるんだから喜んでいくわ。私だって来てほしくないけど、母親なんだし出る義務はあるんだから。必ず出席してね。私は伊藤千咲、25歳。大学時代からお付き合いしている俊平とついに結婚することが決まりました。しかしそんな私のことを一切喜ばない人が、それはなんと私の母なのです。母は世間でいう毒親というやつで、私は小さい頃からひどいことばかりされ、私のことをしょっちゅうブスなどと外見を罵っていました。確かに母は美人で、私はそうじゃありませんでしたが、実の子に対して言う言葉でしょうか。他にも大して働きにも出ず、家事全般を私に押し付けてくるだけでなく、嫌がらせで私の作った料理を目の前で捨てることもありました。私はその悔しさをバネに内面や外見を磨き、現在もそれは怠っていません。しかし辛いことばかりではありませんでした。母の妹である秋華おばさんは味方をしてくれたからです。結婚式には当然おばさんも招待して、彼女は私の結婚を自分のことのように喜んでくれました。なので正直母を式に呼ぶのは尺でしたが、一応実母だし世間体のことも考えて必ず出席はしてもらうつもりです。ただこれがさらなるトラブルへの入り口になるとは。1ヶ月後。今どんな気持ち？やばいんじゃないの？なんとなく予想してたけど、母さんってどこまでもクズね。母親不在の結婚式とか恥かいたでしょう。一応理由聞くけど、なんでこんなことしたの？最初はただ飯が楽しみだったのよ。でも途中からあんたの晴れ姿を想像すると吐き気がしてね。で、それにあんたが幸せになると思うと腹が立ってきたわ。それで、だから式当日にドタキャンして恥かかせようと思ったの。とことん人出なしね。どうせ今頃親族たちからいろいろ言われてるでしょう。言われてないけど。嘘つくんじゃないよ。たった一人の母を呼ばない薄情者ってディスられてるくせに。母さんが式に来なさそうってことは親族全員予想済みだから。私はそんなこと思われてないわ。だって外面はよくしてたし。そんなの母さんがそう思ってるだけよ。そうかしら。
昔から横暴な態度についてみんなから注意されてたでしょ。されてないわよ。私は美人で性格もいいって親戚中から評判だったわ。都合の悪い記憶をすり替える癖は昔から変わんないわね。それはともかく結婚式中止になっちゃった？なってないわよ。もう母さんには何も期待してないから。強がっちゃって。そうだ、いいこと思いついたわ。何を？気が変わったわ。今から式場行くから。来なくていいわよ。それは無理ね。これから豪華なサプライズをしてあげるんだから。なんだか嫌な予感がするわ。一体何するつもりなの？それはね、式場で大暴れすることにしました。は？だってドタキャンしただけじゃつまんないし、どうせならもっとあんたを困らせようと思ったの。やめてよ、みんなにも迷惑がかかるわ。やめません。あんたどこまで性根が腐ってんのよ。なんとでもおっしゃい。ブスの分際で幸せになろうとしてるんだからお仕置きよ。そんな理不尽な理由でめちゃくちゃにするなんて許されるわけないわ。とにかく覚悟なさい。あんたの泣き叫ぶ顔が楽しみだわ。1時間後。おい。何を？このバカ娘がなんてことしてくれたの。警備員のやつらに取り押さえられたんだけど。アホなことしようとするからよ。あんた私の計画みんなにチクったわね。そりゃそうでしょう。大暴れしようとしてる人が来るんだから。一体どれだけ親をおちょくれば気が済むの。私はみんなの安全のことを考えてあんたの計画を話したのよ。そのせいで私別室に閉じ込められてるのよ。当たり前でしょ。これで式はめちゃくちゃだって叫んで警備員の人に殴りかかろうとしたんだし。私はただあんたにお仕置きしたかっただけなのに。そんなこと言って私が自分の思い通りにならなかったから憂さ晴らししたかっただけでしょ。まあそうなるわね。最低。それはあんたの方でしょ。なんで昔みたいに泣いたりうろたえたりしてくれないの。いつまでもやられっぱなしの私じゃないから。ムカつく。てかそれより早く助けなさいよ。なんでそんなことしなきゃならないの。狭苦しい部屋に閉じ込められて窮屈だし。へえ。しかも警察が来るまでじっとしてろって言われてるのよ。あっそ、大変だね。何よその言い方。母親がこんなにも窮地に立たされているのに。警備員の中にはあんたが怪我を負わせた人もいたらしいじゃない。ちょっと引っかいただけよ、大したことじゃないわ。そんなの関係ないから。今あんたを出すと大惨事が起こりそうだし助けるわけないでしょ。そんなことしないから。あんたからスタッフに口添えしたよ。お母さんはもう悪いことしないって。絶対言わない。警察のお世話になってせいぜい今までのことも含めて反省しろ。なんだと、親の頼みが聞けないのか。もうあんたのことなんて親ともなんとも思ってない。散々傷つけられてきた恨みは恐ろしいのよ。そんなのもう過去のことじゃない。何年経とうが罪は罪。あんたのしてきたことは決して許されることじゃないから。そんな、じゃあ私のこと見捨てるの。当然。親を困らせてそんなに楽しいのか、この薄情者。散々人を困らせてきたくせに自分は助けてもらおうなんてそんな都合よくはいかないわ。逮捕されたら世間に顔向けできないの。そんなの知らないし、自業自得でしょ。そんなこと言わないでよ。結婚式ドタキャンされたから怒ってるの？ごめんなさいね。違うわよ。もうあんたには呆れて私の手に負えないってこと。もう暴れないから、きちんとお祝いするから出席させて。やっぱり母親がいないと式は進まないものね。いや、母ならもう来てますけど。は？どういうことよ。あんたの母は私でしょ。母っていうのは集家おばさんのことよ。いつからあんな地味妹があんたの親になったのよ。おばさんはあんたと違って昔からきちんと私と向き合ってくれたわ。信じられない。それじゃあ私は集家より格下ってこと？そういう問題じゃなくて。
もうとっくに私の中では母親はあんたじゃなくておばさんになってるのよ。ふざけんな、こんな侮辱は初めてよ。やっぱあんたなんて産むんじゃなかった。私だってあんたの腹から生まれたと思うと吐き気がするわ。あんたなんかいくら見た目が変わったってキモいんだよ。は？あんたの存在自体がムカついてしょうがないわ。は？とっととこの世から消えろ。とことん自己中人間だなお前は。何よその口調。お前さ、自分の行いがこんなにも大勢の迷惑になってるってことわかんないの？は？実の娘には暴言吐くわ、警備員には怪我させるわ、スタッフや親族たちを恐怖に陥れるわ。恐怖？私はそんなことしてないわよ。してただろうが。お前が発狂しながら大暴れしようとしてる様子を見て子供たちはみんな泣いてたんだぞ。でも私をそうさせたのはあんたであって。責任転嫁するんじゃねえ。全部お前がつまんない理由でそうしたんだろうが。そんなに怒んなくてもいいじゃない。これだけのことをしてなんで怒られないと思ったんだよ。それは私にひどいことをするだけならまだいい、もう慣れっこだからな。でも今回のことは絶対に許さないし見過ごさない。落ち着きなさいよ千咲。散々好き放題やりやがって調子こいてんじゃねえぞ。そうね、さすがに今回のことはやりすぎたと思うわ。だからお前のことは問答無用で叩きのめしてやる。やめてよ、許してちょうだい。さっきの消えろ発言は冗談だから。一度言ってしまった言葉はもう取り返しがつかないんだよ。何度でも謝るから。謝って済むなら警察はいらない。そんなひどいわよ。ひどくて結構。私だって簡単に許せるほど優しくないからね。けれどいいの？私が逮捕されても。何が言いたいか想像つくけど。何？私が逮捕されたらあんただって犯罪者の娘として一生後ろ指刺されるんじゃない？もちろんその覚悟はできてるわ。あんたを野放しにするよりマシだからね。じゃあ本当に警察に引き渡すつもり？さっきからそう言ってるでしょ。ごめんなさい。もう千咲にひどいことしないし、みんなにも謝るわ。警察だけは勘弁して。悪いけど信用できない。罪は償うから。その言葉は警察で言うのね。じゃあ永久にさようなら。いや。後日談。その後母は警備員への暴行と業務妨害の罪で警察に逮捕され罰金刑が課せられました。さらには式場側からも損害賠償金を請求されたとのこと。最後に会った時母から私が不幸になったのは全部あんたのせいだ、だから罰金と賠償金はあんたが払えと言われたのです。それに対し私は、お前が不幸なのも全部お前の責任だろ、自分が悪いのにいつまでも責任転嫁するなと一喝するとおとなしくなりました。そして母はそれらを支払うためにおばさんから紹介してもらって工事現場で朝から晩まで働かされているようです。一方私たち夫婦は自然豊かな土地へ引っ越し、のびのびと新婚ライフを満喫。数ヶ月後第一子を妊娠し、このことをおばさんに報告したら自分のことのように喜んでくれました。今の私はとっても幸せです。おい、風邪ひいたとか LINE 来てたけど勘弁してくれよ、マジで迷惑。ごめん、熱が下がらなくて。てか LINE めんどくせえから電話してくんね。喉が痛くて声が出ないの。マジで大丈夫か？心配してくれてありがとう。いや、お前の心配じゃなくて俺に映ってないか大丈夫かなってこと。なんでそんなこと言うのよ。うっせえな。熱どんくらいあんの？40度から下がらない。薬もないの。うわ、マジかよ。じゃあ得体の知れない菌が家にうようよしてんのかよ、気持ち悪い。そこまで言わなくてもいいでしょ。病気うつされたら困るし今日は帰らないから。嘘だよね。だって俺まで病気になったら困るだろ。
それはそうだけど。それにさ、帰っても具合悪いお前が寝てるだけじゃん。イライラするわ。そんな、でも、もう家に飲み物もないのよ。はあ？だから。買ってきてほしい。家から5分くらい歩けばコンビニあるだろ。無理よ。フラフラでトイレに行くのも大変なの。じゃあ我慢すれば。さすがにそれはひどくない。はあ？それこっちのセリフだからな。俺は心身ともに疲れてんのに家にも帰れない。最悪だよ。私はあなたに帰ってきてほしいわ。だから未知の病原菌がうじゃうじゃしている家になんて帰れっかよ。熱でおつむがポンコツになったんじゃねえか。そんなこと言わないでよ。ただでさえしんどいのに涙出てくる。うぜ。とにかく俺は帰らないから。あと体調悪いからって救急車とか絶対に呼ぶなよ。恥ずかしいから。本気で言ってるの？当たり前だろ。どうしても呼びたいならお前の親呼べ。うちの実家は飛行機の距離にあるのよ。そんなの知らねえ。だったら一人で何とかしろ。わかった。しんどかったらサヤに連絡する。サヤってお前の親友のか？やめろよ、迷惑だろ。なんで？サヤは近くに住んでるし。いいから人様に迷惑かけんな。黙って寝とけよ。わかった。じゃあ完全に治ったら連絡してくれよな。それまでうざってえから連絡してくんなよ。30分後。ちょっとあんたくたばってるんだって？あれ、サヤ、なんで知ってるの？アヤトさんから LINE が来たの。あんたが私を頼ってくるかもしれないって。あなたたちいつの間に LINE 交換してたの？前にナギの家に遊びに行った時だよ。そうなんだ、知らなかった。それでアヤトさんがあいつ未知の病原菌持ってるから気をつけてって言ってきたのよ。未知ってただの風邪よ。でね、私これから彼氏来るからあんたの助けに行けないわ、ごめん。そうなのね、わかった。彼ったら急にうちに泊まるって言うから大慌てよ。なんでもルームシェアしてる同居人が風邪ひいたらしいの。そう、大変ね。でしょ？でも仕方ないわよね。彼に移った方が大変。そうだね。この前ナギと一緒に買ったおニューの下着、あれで暑い夜を過ごすんだ。よかったわね。彼ね、年上なのに甘えん坊なの。可愛いでしょ。さあちゃん、いい子いい子してって言うんだよ。そうなんだ、ごめんね。のろけなら今度聞く。頭が痛くてさ。ああ、具合悪いんだっけ？彼が来るって言うからテンション上がって忘れてた。じゃあお大事に。ありがとう。しんどい。風邪ってこんなに辛かったかな。喉も痛いし息苦しい。私の名前はナギ、29歳。33歳の夫アヤトとは結婚2年目です。健康体の私は体調を崩すことがないので、彼がこんなに血も涙もない人だなんて知りませんでした。しかも親友のサヤまで彼氏に夢中で、私のことなんてそっちのけ。熱がある時ってなんでこうも弱気になるんだろう。あれ、なんかおかしい。何これ、頭が割れそうに痛い。誰か助けて。1週間後。おい、いつになったら治るんだ。いい加減連絡しろや。娘は死んだよ。は？何言ってんだ。元気だったあの子はもういない。いたずらはやめろよ。お前のクズ親のふりしてドッキリかなんかか。どっちがクズなんだかな。私はナギじゃないよ。は？誰？久しぶりだね。ナギの父のユーゴだよ。は？え？お父さん？嘘。え、なんで？君は今どこにいるのかな。あの、会社です、会社。それよりナギは？お前のせいであの子は寂しい思いをして行ってしまったんだ。本当なんですか？いつ？葬儀は？なんで早く連絡くれなかったんです？落ち着きたまえ、順に説明する。それよりなぜ家に帰らなかったんだ。君が帰ってればこんなことにはならなかった。
今大切なプロジェクトを任されていて風が移ったら大変だったので、それで。言い訳か。あの子は1週間前に家で倒れているのが見つかったそうだよ。俺に具合悪いって LINE してきた人、冷たい玄関で涙を流していたと聞いた。ただの風邪だと思っていたからこんなことになるなんて。スマホには君に送ろうとした、助けて早く帰ってきてって LINE が残ってたよ。お父さんが凪を見つけたんですか。いや、アパートの大家さんが夕飯のおすそ分けを持ってきてくれた時、鍵が開いてて見つけたらしい。そうだったんですか。すぐに救急車で運ばれたんだが。すみませんでした。でも仕方なかったんです。仕事に穴を開けるわけにはいかなくて。お父さんにも分かりますよね。君の言ってること何一つ分からんよ。でもよかったな、仕事には穴を開けなくて。その代わり戸籍の妻の欄には穴を開けることになるかな。それはどういう。そのままの意味だよ。君と娘は赤の他人になる。嬉しくないのか。君もそのつもりだったんだろ。そんなの困ります。なぜだ。凪を愛しているからです。愛している。笑わせるな。娘の友人と浮気してたんだろ。だったらその子と結婚したらいい。なんでそのこと。凪が倒れて運ばれた日、君と連絡がつかないと病院の人から電話が来たんだ。だから俺からも何度も連絡したのに結局繋がらなかった。それは仕事で。違うだろ。サヤという女と浮気の真っ最中だったんだろ。何のことか分からないな。どうした。輪の数が多いぞ。手が震えてるのか。そんなことないですよ。俺が浮気した証拠があるんですか。医者にもうダメかもと言われて、次の日の一番早い便で凪の運ばれた病院に行った。着いてからあの子のスマホを借りて君に電話をした。確かに凪からの着信履歴があったかも。その時電話に出たのがサヤという子だった。嘘だろ。その子は凪から電話が来たと思ったんだろう。アヤとは昨日からサヤといるの。ラブラブ中だから邪魔しないで病原菌とだけ言って切られたよ。それはきっと同僚のいたずらですよ。まったく悪乗りする奴らなんです。ここまで来ても散らばっくれるのか。何言ってるんですか。だいたい電話だけじゃ何の証拠にもなりませんよ。だから調べさせてもらったよ。君がこの数日何をしているか、そしてどこに帰っているのかも含めてね。は？やはり君はこの数日間家から徒歩5分ほど離れた凪の友人のサヤという子のところにいたと更新所からの報告をもらっている。それはサヤちゃんが俺を心配して部屋を貸してくれただけですよ。おう。じゃあ君とサヤという子は何もないというのか。もちろんです。神に誓います。君の仕事終わりに2人で手をつないでフレンチレストランに行ったと聞いているぞ。それは止めてくれたお礼ですよ。手は彼女が足を痛めていたから支えただけです。よくここまで言い訳がポンポン出るな。ではキスもお礼の一つなのかね。え、帰り道100メートル進むたびにキスしていたと更新所の方が苦笑いしながら言ってたよ。それはどうした。言い訳のネタ切れか。誤解です。きっとその更新所の人に騙されてるんです。そんなわけないだろ。そもそもあっちは私を騙す理由がない。確かに。じゃあこうしよう。本来なら浮気した君に私は娘の代理人として慰謝料を請求できる。そうなんですか。どうしよう、お金なんてないです。でも君が本当のことを言えば私からは慰謝料を請求しない。どうだ。本当に。約束しよう。私は君に請求しない。その代わり全て正直に話せ。一つでも嘘をついたら私は請求する。それなら分かりました、言います。俺は凪の友人と浮気してました。やはりそうか。でも出来心だったんです。凪と離婚するつもりもなかったし、彼女とは遊びのつもりで。それで。いつからだ。
さやがうちに遊びに来た時なので1年半ほど前です。1年半って、君とナギが結婚して半年経った時じゃないか。ああ、はい。あの子はそんなに前から君に裏切られてたというのか。本当にすみませんでした。開いた口が塞がらないとはこのことだな。体の関係はあったのか。はい。なるほどな。あの、本当のこと言ったので許してくれますよね。許さない。でも俺からは慰謝料請求はしない。よかった。俺からはな。どういう意味ですか。私からはするわよ。は？え、なぎ？なんで？死んだはずだろ。勝手にあの世行きにしないで。しっかり生きてるわよ。だってお父さんが言ってたぞ。それは私の心がって意味だって隣で言ってるわ。なんだよそれ、紛らわしい言い方すんなよ。てか親子で俺を騙したのか。お父さんは私を心配してくれてただけよ。でもあの時私は本当に三途の川を渡りかけたわ。あと1時間発見が遅かったらダメだったかもとも言われた。そうだったのか。ええ、脱水症状も起こしてたそうよ。ごめん。謝られても許すつもりないから。もちろんさやとのこともね。本当に悪気なかったんだよ。てか今調べたらお父さんは慰謝料請求なんてできないじゃないか。嘘ついたのか。あら、そうなの。お父さん勘違いしちゃったのね。嘘つけ、絶対はめただろ。最低だな。違うわよ、ただの思い違いよ。それより悪気ないのに1年半もの間浮気する方が最低でしょ。あ、いや、それはごめん。謝罪はもう聞き飽きたわ。私はあなたたちを許さない。離婚もするし慰謝料も請求する。あと私を放置したことも訴えるわ。やめてくれ、本当にもうやらないから。許して。どうせ仕事に支障が出るからそう言ってるんじゃないの。いや違う、君を愛してるから離婚したくないだけだよ。笑わせるな。浮気したやつが愛を語ってんじゃないわよ。あなたの会社の社長が愛妻家なのは知ってるわ。浮気して離婚なんて出世に響くからごねるんでしょう。うわ、私たちで話してても拉致が開かないみたいね。あとは弁護士さんにお願いするわ。待ってくれよ。私の荷物はもう運び出してあるから。部屋はあなた名義で借りてるからお好きにどうぞ。一度会って話そう。離婚届は弁護士さんと父に持って行ってもらうわ。俺の話も聞いてくれよ。慰謝料の金額とかは後日また連絡するわね。もちろんさやにも請求するつもりだから。ナギ、俺の返信見えてる？さようなら。お願いだよ、話させてくれ。離婚もしたくないし、お金もないから慰謝料も払えないよ。神にも仏にも誓う、もうしないから許して。後日談。この後しつこいくらいあやとから電話が来たのですぐにブロックして電源を切りました。父の友人の弁護士と父が離婚届を持ってあやとのところに行った際は4時間近く子供のようにごねられたそうです。浮気の慰謝料としてあやとには200万、さやには150万を請求しました。さらにあやとは明らかに具合の悪い私を放置したとして保護責任者遺棄の罪で書類送検されました。結局彼はこのことが会社にバレて解雇。さやも仕事先で噂が回り結局退職したと聞きました。噂によると2人とも仕事が見つからず借金をして慰謝料返済しているようです。私は一度実家に戻りましたが会社に転勤を志願し無事新しい土地で生活をしています。当面恋愛はコリゴリなので仕事を恋人にして頑張りたいです。おい、のろま、夕飯はまだか。はあ、相変わらず夫に対してひどい言葉遣いだな。うっさい、腹が減ってどうにかなりそうなんだよ、早くしろ。今会社が終わったとこなんだ。これからスーパーで買い物してレシピ調べて料理となると軽く2時間は超えそうかな。遅すぎる、テキパキやれよ。仕方ないだろ、トマトとバジリコのブルスケッタに野菜たっぷりカポナータ、ズッパとプリモピアットを作れなんて何かの呪文かよ。解読するだけで大変だった。昼間テレビで見たんだよ。
そのすぐ影響される癖厄介だな。もううだうだ言ってる暇はない。昼から一刻も早く食べたくてうずうずしてんだよ。だったら自分で作ればいいだろ。レイカは仕事してないんだし。家事で忙しいんだ。洗濯機のスタートボタンを押すことくらいしかしてないじゃないか。その他諸々の家事は全部俺がやってるんだぞ。そうだっけ、はあ、出たよ出たよ、困った時のそうだっけ。もう何億回聞いたかな。手取り30万の底辺野郎が文句言うな。お前は一生私の言いなりになってればいいんだよ。せめて拒否権くらいは欲しい。そんなものはない。むしろ発言権もない。氷のような心だな。こんな生活が命尽きるまで続くのかと思うとストレスで明日にはハゲ散らかしそうだ。親からもらった大事なものを粗末にするな。原因は麗華なんだけど。私が何したって言うんだよ。俺を言葉のサンドバッグにして毎日家政婦みたいな扱いしてるくせに。でも娘に仕方されるのが地味に一番辛い。チカはお前のことが嫌いなんだから仕方ないだろ。俺何か悪いことしたかな。知るか。ただの思春期とは思えない。だって汚物でも見るような目で俺を見てくるんだぞ。かれこれもう3年になる。視線が合うだけマシだろ。家族にこんなひどい仕打ちを受けながら生きていくなんてやっぱりしんどいな。だから何？離婚するとでも言いたいわけ？え？慰謝料500万と養育費月10万くれるなら離婚してあげてもいいぞ。なんだそれ。でもお前にそんな大金払えねえよな。俺は離婚なんて考えてないし、家族関係を修復したいだけだ。でも俺の力だけじゃ無理なんだよ。麗華も協力してくれないと。ああごちゃごちゃうるさい。陰気臭くてスマホにカビが生える。いやそれはないだろう。何マジレスしてんだよ。例えだろうが。すいません。とにかく腹が減ってんだ。ちゃちゃっと買い物済ませてダッシュで帰ってこい。そんでさっさと飯作れ。いいな。俺はサトシ、38歳の会社員です。先ほどのやり取りをご覧の通り、俺と妻の麗華の夫婦関係はキンキンに冷え切っています。というか家族関係も冷え冷えです。麗華も知花も昔は優しかったのに、いつからこうなっちゃったのかな。もう遠い過去すぎて思い出すことも困難です。さっきは麗華に離婚は考えてないと言いましたが、本当は何度も考えました。でもせめて娘の知花が卒業するまではそばにいよう。あわよくば元の仲の良い家族に戻したいという一心で妻の横暴にも耐えてきたのです。妻は俺への扱いがとにかくひどくて、ドラえもんにはまった時は俺の腹に油性ペンで4次元ポケットを書いて、タケコプター出せよと笑っていました。またある時はクレヨンしんちゃんに感化され、家の中では尻歩行しろと言われたことも。でも俺は素直に従いました。それで家族が笑顔になるならと考えていたからです。ところが妻の要求はどんどんエスカレートしていき、高校1年生の娘は俺を空気だと思い込んでいます。こんな生活が一体いつまで続くのか、そう思っていた俺ですが、まだまだこんなのは序の口だったのです。翌日、病院からあんたが事故で救急搬送されたって連絡が来た。何生きながらえてんだよ。え？そのままぽっくり行けよ。全部台無しになっただろうが。台無しってっていうか、そこは心配するべきだろ。誰が心配なんかするかよ。このことをチカは知ってるのか。さっき LINE で教えた。チカはなんて？天罰が下ったんだって言ってたよ。それだけ？もしかしてお前を気にかけてくれるとでも思ってたのか。そりゃまあ、親が事故ったって聞いたら普通はいても立ってもいられないものだろう。残念だったな。私もチカもそんなことみじんも思ってねえよ。そっか。そんなことより今日の夕飯はパテドカンパーニュでよろしく。今度はどこのお国の呪文？フランスだよ。そんなことも知らねえのか。俺全身ムチ打ちで頭も強打したから、このまま検査入院するんだ。数日は確実に帰れそうにない。はあ？
石頭なんだから問題ねえだろ。後から異常が見つかって後遺症が残ったらどうするんだよ。その時はさすがに離婚する。え？はした金しか稼げない。それどころか介護が必要ってなったらたまったもんじゃないからな。俺たち家族だろ。こんな時くらい大丈夫の一言もくれないのかよ。なーに熱くなってんの？うざいんだけど。ひどすぎる。家族に見放されて、後ろから突っ込んできた犯人には逃げられて、車はぺしゃんこ。もう最悪だ。近くに防犯カメラはないし、ドライブレコーダーも録画されてない。犯人を見つけるのは無理だな。なんで麗華がそれを知ってるんだ？え？俺が事故った場所に防犯カメラがないことをなんで知ってるの？なんとなくだよ。ドライブレコーダーが録画されてなかったことは、あれだよ、警察に聞いたんだ。怪しい。まさか私を疑ってんのか？お前の妻だぞ。そうだよな、家族を疑うなんてどうかしてた。すまない。わかりゃいいんだよ。念のため聞くけど、犯人の顔見たのか？あ、いや、突然のことで見てない。痛みに耐えることでいっぱいいっぱいだったから。そうか。退院したらたまりにたまった家事やれよ。じゃあな。1週間後。お父さん、話があるんだけど。え、チカ、話って何ですか？なんで娘に敬語使ってんの？あ、いや、だって話するのがずいぶん久しぶりで、なんか緊張しちゃって。変なの。そんなことより何かあったのか？もしかしてお母さんが飯作ってくれなくて腹が減ったとか？私もう高一だよ。ご飯くらい自分で作れる。本当かな？チカは不器用な子だから信じられないんだけど。何それ、ひどい。あ、ごめんごめん。それでどうしたんだ？お父さんに聞いてほしい話があるの。あとお母さんにも。え？ひとまずお母さんも呼ぶね。え？何？お母さんさ、自分が何したのか白状したら。何の話？3年前私にこう言ったよね。お父さんは浮気してる、きっと私たちを捨てるつもりだって。でも浮気してるのはそっちじゃん。え、麗華が浮気？それは本当か？ねえも歯もない嘘だ。チカ、あんた自分が子供だからって言っていいことと悪いことの区別くらいしな。じゃあこれはどう説明するの？あ、嘘だろ。これでも浮気してないっていうの？どこでこの写真を入手した？お母さんってもともとズボラだけど、スマホにロックくらいかけなよ。勝手に見たのか？お母さんが長風呂してる間に知らない男の人からハートだらけの LINE が来て、怪しいなって思ったの。こそこそしてとんでもねえガキだな。チカになんてこと言うんだ、謝れ。お父さん、かばってくれなくていいよ。ダメだ、俺は許せないし見過ごせない。やっぱりお父さんはお父さんだった。私どうしてお父さんのこと信じてあげられなかったんだろう。え？私お母さんの言葉を鵜呑みにしてお父さんが浮気してるって話信じちゃったんだよね。でも全部嘘だった。もしかして俺を毛嫌いしてた理由はそれか？お父さんが大好きだからこそ本当にショックで裏切られたと思ってずっと冷たくしてた。ごめんね。そうだったのか。理由も分かったし、誤解も解けてよかったよ。何よりも、チカがまたお父さんって呼んでくれて、俺は本当に嬉しい。ちょっと、暑苦しい親子ごっこならよそでやれ。お父さんに謝りなよ。チカにも謝れ。あ、はいはい、どうもすいませんでした。これでいいだろ。全然反省してるように見えない。だな。そういう人には行くべきところに行ってもらうしかないね。はあ？お父さん、驚かないでね。事故の犯人はお母さんだよ。正しくは浮気相手かな。え？お母さん、そうだよね。あんた何言ってんの？いい加減にしな。悪いけどお母さんのスマホ、隅から隅まで調べさせてもらったよ。写真だけじゃなくて浮気相手との LINE もね。
マジかよ。チカはどういうことなんだ。お母さんは少し前にお父さんに高い保険をかけたみたい。浮気相手と共謀して事故に見せかけてそのお金を得ようとしたんだよ。俺は命を奪われるところだったのか。そういうことになるね。こんな人が母親だなんて私も信じられない。レイカ、詳しくは自分で説明しろ。これ以上はチカの口から聞きたくない。チカの言う通りだよ。あんたの保険が下りたら浮気相手と合流生活しようと思ってやったんだ。証拠が残らないようにドライブレコーダーの電源を切っておいてな。そこまでしたのにお前は生きてた。ふざけんな。それはこっちのセリフだよ。俺はちょっと痛い思いしただけで済んだけど、チカは違う。母親が浮気して犯罪者にまで成り下がったなんて。チカの心が壊れたらどうするんだ。それでも母親か。なんだよ、いちいち大げさなんだよ。離婚だ。え？今すぐ離婚届にサインして家から出て行け。二度と俺たちの前に姿を現すな。わかったよ。でもくれぐれも慰謝料500万と月10万の養育費は忘れんなよ。え、この人何言ってるの？お前アホなのか。何がおかしいんだよ。慰謝料も養育費も男が払うもんだろうが。ねえ、本当にこの人何言ってるの？さあな、俺にも理解できない。さっきから何なんだよ。いいから払え。よく聞け犯罪者。養育費は親権を持った側がもらうもの、慰謝料は被害に遭った方がもらうもの。言ってる意味わかる？え？お父さん、 IQ 低い人には何言っても通じないよ。早く離婚して愛する人と一緒に刑務所へ行ってもらおうよ。そうだな。ちょっとタンマ、本気で私を警察に突き出すつもりか？当然だろ。離婚するだけじゃなくて？ああ、浮気と精神的苦痛を味わったことの慰謝料ももらうし、浮気相手にも請求する。あと車の弁償代もな。ごめんなさい、浮気相手とも別れるし心を入れ直す。だから勘弁して。ずうずうしい。私もう顔も見たくない。しかもこう言ってることだし、俺も決意は変わらない。これからは愛する娘と一緒に静かで穏やかな二人暮らしをする。私もそれを望んでる。なんだよ、私だけ仲間外れみたいな言い方しやがって。悪いと思う気持ちがあるなら今すぐ浮気相手の首根っこ掴んで自首しろ。やだ。お前が何て言おうと逮捕されることは間違いない。諦めて塀の向こう側で反省するんだな。逃げ場はどこにもないってことかよ。クソ。お母さん自首するかな。警察に突き出せばよかったのに。実は今警察の人が来てるんだ。犯人特定のための事情聴取ってやつでな。そうなの？さっきまでの LINE のやり取りも全部見せてたよ。逮捕状が出たらすぐにお縄だろうな。そっか、なら安心だね。なあチカ、その大丈夫か？何が？こんなことになって傷ついただろ。うん、平気って言ったら嘘になるけど、これで良かったと思ってる。本当か？お父さんはずっと私と一緒にいてくれるんだよね。当たり前だろ。そもそも離れる意味がわからない。ありがとう。感謝するのは俺の方だ。チカがいなかったら俺は一生騙され続けて、いつか命も自分じゃ何一つ解決できなくて、なんだか情けないよ。私はお父さんの力になれて嬉しいよ。それより明日退院だよね。ああ、お祝いしなくちゃね。私が腕によりをかけてたくさんごちそう作ってあげる。あ、いやいいよ、危ないし。もう何言ってるの？だってほら、チカが包丁持ったら地獄絵図になるっていうか。とにかく気持ちだけでいい。本当に遠慮しなくていいから楽しみにしててよね。うわ、本当にやめてくれ。後日談。翌日、俺は娘が用意してくれたたくさんの料理を前に涙しました。どれもなんだかしょっぱかったけど、きっと涙のせいでしょう。さて、あの恐ろしい妻ですが、その後自首することなく浮気相手と
愛の逃亡計画を企てたようですが、あっさり警察に逮捕され、今は塀の中で暮らしています。そして俺は麗華と離婚、浮気もそうですが、長い間精神的にも苦痛を受けたので、合計で慰謝料500万を請求しました。もちろん今回の事故に関しても、車の弁償代もです。何十年後になるか分かりませんが、出所後はまともな人生を送ることはできないでしょうね。一方俺はすっかり体も回復し、娘との二人暮らしがスタートしました。今は空白の3年間を埋めるかのように、毎晩二人でいろんな話をしています。その時間が何よりも楽しくて最高に幸せです。